脱工業化社会のメカムーブメントということで、お話しさせていただきます。一応、ハッシュタグが B_Empowerっていうのでやっています。で、ツイートで、ご参加いただいている方、申し込みいただいた方とか、ぜひぜひ積極的にツイートしてもらえるとありがたいなというふうに思います。で、レギュレーションで言うと、今日、ズームでご参加させていただいている方が非常に多いんですけれども、ズームの皆さんは、ズーム画面の下に QA があります。で、その QA の画面、ボタンを使って、ズームの中で、質問とあればお願いします。ってことですね。はい。じゃあ、質問とあればそこでお願いします。ということでやっていこうと思います。他に高さん何かありますかね？あ、大丈夫です。Facebook ライブも流しているので、ズームでカクカクなる人とかはそっちの方がいい場合もあるかもしれないので、そちらでお願いします。というところです。はい。で今日のタイムフェイルちょっと押してますけども、はじめに大川、僕の方から、前提の話を15分くらいシャシャッとして、10分、15分でシャシャッとして、で、その後話題提供として高さの方に30分くらい、お話しいただいて、メイン、次が前半ですね。で、後半が一応メインだと思ってまして、後半は、質疑応答みたいな形で、お互いそれぞれ話をしていこうかなというふうに思ってます。はい。よいしょ。で、自己紹介をします。自己紹介、大川と言います。静岡出身、1974年です。で、ウィンガーファーストという会社の、平社員をしています。普段は週に1回くらい講演して、月1回コミュニティイベントやってみたいな、生活をしてます。で、大学、メジャー役とか、のやっちゃってます。で、コミュニティをいくつかあって、で、そこのコミュニティの主催者とかをやっています。今日のテーマに近いところで言うと、ドジハードエミートアップというところは、僕は主催ではないんですけれども、それの方でいろいろ、会場とかを、していますというところです。はい。で、自己紹介の続きなんですけど、僕、もともと岡山大学というところで、経済学部で3年、留年して7年行ってまして、その後 TIS という会社に入って、サプライチェーンとかはじめやってました。で、ずっと製造業、B2B とか製造業のことしかやってないんですけど、その後、三菱総合研究所とかに入って、中期経営計画作ったりとかみたいなことをやってます。で、途中から製造業の新サービス開発っていうのを始めました。製造業がいくらこう QCD を改善していっても、そんなになんか働いてる人の給料がすごい上がるわけでもないしから、新しいビジネスとか新しい事業をやらないといけないな、みたいなことについて、そういうことを途中から、やり始めています。で、その当時は、駅務提供とかがその製造業のサービス事業のまあ主な提供手段だったんですけども、途中から、いわゆる AI とか IoT みたいなのが出てきて、デジタルサービス、開発みたいなことも、やるようになってきていますというところです。で、途中から、デジタルサービス開発をやりたいという製造業の人とかに、そういうのを支援するというようなことをやって、おります。で、あとは、その後、まあ、三菱総業の後半はシンクタンクの国の仕事とかもやっていて、2018年から運学に入っています。はい、というところですね。あ、業務連絡なんですけど、待合の方をオープンに、あ、こっちで。一応ね、見つけるたびに僕入れてます。大丈夫。ありがとうございます。すいません。はい。ありがとうございます。はい。で、やっていますという人間です。なので僕どちらかというとその従来型の製造業のところから話が始まっていって、イノベーションとか新しい事業を作ろうっていう風な文脈になっていって、しかもそこにデジタル的な要素が入ってきて、このいわゆるメーカームーブメントみたいなものであったりとか、コミュニティベースのいろんなものみたいなところに、あるいは新鮮みたいなところにたどり着いたというようなアプローチをしたという人間です。一応、会社の説明も簡単にしちゃう
かと思うんですけど、ウィンガーカースという会社、うちの会社がソフトウェアの受託開発とかシステムの受託開発はやってなくてですね、ソフトウェアとかクラウドを作って売っているという会社になります。日本の会社です。で、ちょっとここからが本題なんですけども、工業化社会とデジタルサービス社会っていうふうに、世の中がシフトしていくということを前提としてちょっと今日は考えていこうと思っているんですが、従来 の工業化社会はその技術、新しい技術を取ってそれを物や主に物に対して機能として実装してそれを作っていくっていうことを中心に、やってきた事業で、まあ、それに対比する形で言うと、新しいユーザー体験みたいなのを提供するっていうようなものが、まあ、一言で簡単に言うと、まあ、デジタルサービス的な社会なのかなというふうに、理解しています。今ここの過渡期にいるというふうに思います。で、工業化社会のところは言うまでもなく、その設備をとにかくリソースをどんどん集約させていって、それをもとにして、水平分業で標準化管理行動化を進めていって、で競争は QCD の中でこう競争していって、均質的であって標準的な製品を提供するということが非常に求められるような社会や、まあ企業には求められるというそういう産業構造だと思っています。で、今はまだ全然ないと思うんですけど、この先ずっとこのデジタルサービス社会が広がってた時には案件ごとにリソースがつどつどプロジェクトベースで集約されていって、役割分担も1人とか少数で全て行うところから始めて、スケールする必要があればスケールしていくというような進め方だったりとか、あとは競争のポイントも試行錯誤をどれだけ早くできるかみたいなところだったり、あとは提供価値もそのユーザー体験 UX を提供するということがポイントになっていったりしていくんだろうというふうに思っていますという仮説を今日と、まあ、これ前提の話です。で、あともう一つですね、今日の前提としてお話しておきたいのは、価値創造の類型みたいなことが世の中にはあってですね、これ上田寛治先生という方がまとめていらっしゃるんですけども、ちょっと分かりにくい話なんですが、ちょっと左下の図で言うと P っていうやつがですね、価値を製造業って物を提供する人で、 R っていうのがレシーバーなんでユーザーですね、ユーザーで、で PS っていうのは製品あるいはサービス、これでも物ですね。で、それを E っていうのはそれを使う環境です。で、一番なんていうんですかね、主な製造業を通じた価値提供って、こういうの一番左側の形で、そのものを使ってやることがかなり明確になっていて、そのものを使う環境に依存することなく、その何かを使って新しい価値を生み出すということができるようなものが、まあ、従来の製造業で作られているものだと思ってます。で、ちょっと進んでいくと、環境に依存する、誰が使うとか、どの場面で使うとか、そういうことで、その物から生み出される価値が全然違う種類のものが出てくるっていうものが、まあ、特に B2B なんかで多いと思うんですけども、あって、で今でいう、例えばカスタマーサクセスとか、ユーザーのサポートみたいなものはこういう、あるいはアプリケーションみたいなものがこういうところに入ってきていると思っています。で、これも、結局、その、物を提供する人と物を受け取る人は完全に別で分かれていて、環境に応じて提供する人が、これこうやって使ったらいいんですよとかっていうのを、まあ、ユーザーに伝えていくような価値の作り方っていうのが2つのパターンであって、で今日お話ししたいというか、まあ、これから先に起こるであろうと思っていることが、この競争型価値、コークリエーションとかって言いますけど、っていうもので、もはやこの世界はここに上に書いてますけど、そのサービス、製品を提供する人なのか、それを受容するユーザーなのかっていうのが、その分離すること、どっちがどっちかよく分かんないみたいなこととか、あとその組織とか立場を超えて、新しい価値を生み出すことに主体的に関わるようになっていく、ようなもので、いわゆる個人のメーカーみたいな人は、この競争型価値 の, そのプロバイダーとレシーバーの役割を自分で両方ともやっているような人だろうというふうに、理解しています。で、これが人として分かれていったら多分競争型価値で進んでいくということが起こるんだろうということを、まあ、これは別に僕が言ってるわけではなく、上田先生がおっしゃっていることかなと。で、まあ、かなり抽象度が高い話なんですけど、僕はこういうことを見て、そのメガムーブメントを見ると、非常にこの一番右側の形のものが具体的に落
落ちてるなというふうに見ています。で今日の、コンパスのページにも書いたんですけど、まとめ、ここまでまとめとして、製造業も インターネットの前からあるような製造業、これ多分高橋さんのところでちょっとお話があるかと思いますけど、インターネットが、あの前からある製造業とインターネット後に出てきたようなメーカーの話 と、分業でちゃんとしたものを確実に提供していく世界っていうものと、欲しいものがなければ自分で作っていこうっていう世界観と、に行くと。で資本をとにかく集積していって、その集積したリソースを稼働率上げていくことでビジネスが成立するって世界から、案件ごとによってもうちょっとリソースが柔軟になっていくようなビジネス変わっていくだろうと。でカスタマーサクセスとかサポートっていうその提供、どこまで行っても提供者目線みたいなところから使っている人同士、あるいはそこにちょもしかしたらメーカーも入るかも、製造業も入るかもしれないですけども、そこで一緒に価値を生み出すみたいな、まさにコミュニティ、サービス事業、製造業のサービス事業みたいなところから結構一気に、ユーザーコミュニティをベースにして、ものが、価値が作られていくみたいな世界に行くのではないかということを、ちょっと今日の話の前提としてこの辺のことを置きたいなというふうに思っています。ここまでは本当前振り、ただの前振りです。でここからも、その話のつまになるようなファクトのデータを、あとパカ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 出していきます。一つ目は GDP です。第一次産業から第三次産業までの GDP 戦後を見ていくと、まあ、こんな感じです。で、100分率で見るとですね、1970年くらいまでって結構製造業が 50% 近く、日本の GDP の 50% 近くがそうだったんですけども、今はだいたい 30% くらいになってます。で、どの先進国もだいたいこういう、今は 30% くらいの製造業になっています。で戦争直後とかは第一次産業が 30% くらいで、いつの間にかもう本当に 5% くらいになっていっているというところを考えると、もしかしたらこの先50年くらいで日本の製造業がそうならないとも限らないというようなことを思ったりもします。でもう一つ、の視点として、かつて多分40歳以上の人とか知ってると思うんですけど、日本はかつて電子立国と言われていた時代が長くあり、半導体日本、世界の半導体の多くを日本で作っていた時代があったんですけども、今日本はもはやその いわゆる ICT 関連機器が、輸入超過国になっているというのが現実ですと話と、あとその裏返しのソフトウェアに関して言うと、まあ、日本はよく言われるように、そのソフトウェア自作開発が非常に多いというようなこともさることながら、こっちの、ね、左側のグラフがですね、1995年を100にしたときに各国の ICT 投資額の推移を見るとですね、1995年というと Windows95 が出てインターネットを初めてみんな商用で使い出した頃ですけど、そこの頃から日本は投資額が減ってるっていう、あるいはステイしてるっていう、おそらく世界中で日本だけじゃないのかっていう結構ショッキングな情報を、まあ、これそうですね、この辺情報通信アップに書いてますけど、その情報通信白書によるとそうらしいです。で、あとその雇用システムとかに関しても言うと、まあ言うまでもなくこの辺の一括採用、終身雇用、年功序列みたいなものは、そのおそらく工業化社会に過剰適応していった結果なんだろうと。多分工業化社会の中ではこれ一番効率がいいはずなんですけども、そこから今いわゆる中途だとか副業、兼業みたいなこととかみたいなことが言われ出しているのは、多分、こういう今時代の過渡期に入ってきたのかなという。あと これもですね、何かというと、日本は、専業で小規模の会社の利益率が高くて、多角化した大企業は利益率が低いんですよ。で、アメリカは全く逆なんですよ。で、アメリカは企業年齢、企業が年を重ねれば重ねるほど利益が上がっていかれるステイなんですけど、日本は企業年齢が高くなると、どんどん稼ぐ力が低下していくんですよ。で、この辺もその、工業化社会を中心にしてきたからこうなっているのか、どうなんで大企業が、多角化いろいろやろうと思ってもなかなかうまくいかないって結果がどうも出ているらしいというようなことが今なっています。で、科学技術とかに関して言うと、まあこの言われている通り、今この論文の数が出ると、まあ、米中が二強ですという話とか、あとはこれですね、中国の急成長もさることながら、非民主主義国っていう言い方をしてたんですけど、いわゆる G8 のメンバーみたいな、いわゆる、旧西側諸国の民主主義国家ってが占める世界の GDP のシェアって結構ずっと下がってきていて、
非民主主義的なもの、経産省とかに呼ばれるとそれはもう国家主導で産業政策ができる国だみたいな言い方をしてましたけど、そういう国の方がどうも伸びているらしいということが最近の傾向だという話とか、あと、まあ、じゃあ日本もすごいダメダメかって全然そんなことなくてですね、これ HSBC、まあ、金融の会社が出している2050年の予想なんですけど、国のマーケットサイズって言ったらいいんですか、経済規模を国ごとにやっていくと、これはあの人口かける、1人当たりの収入で出してるだけですけど、今は日本は2位で、2050年には中国が1位になるからと。で、日本がすごいダメになっていくかというと、2050年でも日本は世界の4位だっていうようなことを書いていて、そんなにひどく中、なんか真ん中中位国になるわけじゃないよっていうようなことを言っていたりとかですね。あとこれ今日そのこれ最後のなんですけども、アドビが世界のドイツ、アメリカ、イギリス、フランス、日本の人なんか500人ずつくらいにアンケートを取って、自分はクリエイティブですかって聞いたら、ドイツ、アメリカは 50% 以上の人がそうだって、日本は 13% の人しか言ってないと、クリエイティブじゃないって言ってるんですけども、世界でどこが一番クリエイティブな国かって聞いたら、日本が一番回答が多かった。で、多分さっきの見てきたその日本の製造業を中心とした産業の現状と、こういう世界から見えてる日本のそのクリエイティビティみたいなことにはすごいギャップがあって、こういう新しい産業の方がみたいなものとかクリエイティビティみたいなものをどうやってその既存の日本の社会とか産業に組み込んでいけばいいかなっていうことが、僕の今日のこのイベントをやってる、一番根底にあるような、認識になってますということを、で、僕の話は、以上でして、はい、ここから高須さんの方にお渡ししようと思います。じゃあ、僕からの話は以上です。じゃあ、はい。じゃあ、高須さん。はい、はい、ありがとうございます。僕の方で画面共有かけます。はい。どうしようかな。あれですね、話題提供と自己紹介ですよね、僕パートね。話題提供と自己紹介で、一応なんか話題で考えているのが、まあ、1個目が大組織からコミュニティやオープンイノベーションの方に行くんだろうなと。で、まあ、でもそれとはそれとして、あの大企業は大企業で、例えば Facebook だったり Google だったりは他の会社ができないことができるから、強いは強いんですけど、それはそれとして、オープン、イノベーションは進むだろうとは思っていますと。で、それから、すごい広い意味で人から機械へ労働が移っていくだろうみたいなことは別に僕が言わなくても世界中のいろんな人が言ってるので、そうでしょうと。で、組織からプロダクトへっていうのも、そうでしょうと。要は根回しを先にしといた方が強いみたいなビジネスがだんだんダメになっていって、いいものだからみんなが使いますみたいなビジネスが強いでしょうとは思っていますと。で、特に先進国は、言葉にできる価値から言葉にできない価値の方へ行くでしょうと。で、4番5番はちょっとパーソナルな話で、じゃあその中でメーカーってなんだろうとか、あと1番から3番へって僕が仕事するとどんな風にしてるんだろうみたいな話が喋ってますと。で、多分そのよく僕がスライドにしてる話はあんましない方がいいと、しないというか、そこに時間を使うより質問もらったら見せるぐらいのがいいと思ってるので、ちょっと飛ばし飛ばしで話をしていきますと、はい。で、まあ、まず大体 のプレゼンで僕1枚目はこれを出すんですけど、別に AI とかが来るより前に普通に10年、20年単位ぐらいで見ると、会社組織は変わるし、会社と会社の関係も変わってますと。で、それはなんでかっていうと、いわゆる事務処理をしてる人がどんどん減って、その部分はコンピューターがいるようになってるからで、コピーして他人に回すみたいな仕事がどんどんなくなって、オンラインで共有できるようになってるからで、それだけでも会社組織は結構変わってて、新しい会社だと、そもそも20人単位の部署になってないみたいなことがありますと。で、会社と会社の関係も変わってて、同じテレビを録画するものでも、ベータマックスって基本的にソニーとソニーのグループ会社で、ほぼ全部技術開発をして、設計して、製造をして、販売までやってるんだけど、今、いろんな会社がテレビを録画できますっていうデバイスを作ってる。Netflixとかも自分で作ってるけれども、ああいうものは、ネットフリックスが作った部分ってすごい小さくて、実は中を開けるとラズベリーパイが入っていたりして、そのラズベリーパイはネットフリックスと全然関係ない会社で、で、ラズベリーパイの OS 部分は別にラズベリーパイが作ったわけでもなくて、
で、設計製造はまた別の会社がやっていて、つまり、いろんな会社が、しかも下手すると、提携しようなんて全然思ってない状態で、つながったものから製品が出てくるみたいなものが、すごくすごく増えてきていますと。で、人から機械へは、別にまあなんか分かりきった話なので、今日無理やり話さなくてもいいかなとは思ってるんですが、人から機械の状態で人から機械じゃない状態っていう話をすると、そうだね、一番分かりやすいので言うと、そうだね、製造業以外の何にでも当てはまる話だと思っていて、例えば、人気の有名人になる方法って、毎日露出することなんですよ。毎日テレビで見てると、なぜかその人が友達に思えるし、急に一回聞くと、ああ、あの人だと思えてたりとかするんですよ。で、テレビしか露出のチャンネルがなかった頃は、だから毎日テレビに出ることが一番大事で、でそれは別に世界の誰でも出れるわけではなかったんですよね。どちらかというと、テレビに出れるような仕組みをうまく作っていく、業界の中で頑張るみたいなことが必要だったと。で、それに比べると YouTube の方だと、毎日動画を上げるのは大変なんだけど、なぜか、なんだろう、そこは別にコネが必要な話ではなくて、逆に言うとコネがすごい強くても、別に YouTuber として有名になれるかというと、ないよりあった方がいいんだけど、そうでもないと。なので、それが組織からプロダクトへっていう話を、しようとしています。まあ、オープンソースとかそういう話は、とりあえず一回飛ばしましょう。で、言葉にできる価値から言葉にできない価値へっていう話は、じゃあそうやって、ちなみに、イノベーションって日本語の訳語はいまだに技術革新なんですけど、じゃあ、技術革新じゃないイノベーションって何だろうとか、あとイノベーションって全部技術革新になるかみたいな話で言うと、今、ウォーカーさんの話から第三次産業の話が出ましたけど、めちゃめちゃお金が動くと、とりあえず新しい産業が生まれたみたいな言い方とか、産業というか、もうビジネスが生まれたみたいなことは言うわけではないですか。じゃあ、例えば、タピオカミルクティーってどういう技術が集積されてあの革新が起こったかっていうと、よくわかんないわけですよね。で、なんでタピオカミルクティーであって、あれがタピオカミルクコーヒーじゃないのかとか、なんでタピオカじゃなくて、甘酒じゃないのかとか、そこら辺も、いわゆるテクノロジーで話がつく問題ではなくて。ただ、タピオカミルクティーみたいに急に流行って売れたものっていうのは、確かに何かのお金を、発生させるので、で、もっと言うと、ツイッターやインスタグラムみたいに、大きくなってみんなが使うようなサービスになったものって、そこに、もちろん技術革新は、大きいサービス作るにはソフトウェアだから多少はあるんだけど、それよりもみんなが使ったということが大事だったりして、その意味で、技術革新はイノベーションの大きい要素なんだけど、そこ以外の人に好かれたとか、みんなが使われたとか、流行ったみたいな要素が、あるであろうと。で、その時に、コストパフォーマンスを良くしていくみたいな部分の、価値と、よく言葉で説明できないんだけれども、なぜかみんなが好きなものを作りましたという価値と、2種類の価値があるだろうと。で、コスパを良くするのは、何をどうやっても、いわゆる人口が多くて給料が安い国の方が強いんですよね。人口が多くて、給料が、能力の割には安くて、で、まあ、インフラがある程度整ってる。例えば工場が建てても停電しないとか、メンテナンスする人間が揃うとか、で、そういうバランスが良い国は、いわゆる人口ボーナスのが発生して、むちゃくちゃ成績が上がる。中国はまだギリギリそれが残ってて、で、インドやインドネシアは、まだそこがスタートしてはいないんだけど、まあ、スタートしたら、多分そのうち中国からも、人口が多いからなんとかなりましたみたいなビジネスはなくなっていって。で、日本はもうなくなってるに近いし、アメリカももうなくなってるに近いので、じゃあアメリカの会社が、今でも経済成長してるんだけど、どんなことやって、経済成長してるかというと、パッと聞きすると、どんなビジネスなのかよくわからない。例えば、まあ、ツイッターとかインスタグラムとかを僕の親に説明できないんですよね。これがどういうものなのか。Facebook も、Google ぐらいでやっと説明できる。で、TikTok になるともっとわからない。だからどんどん、使わないとわからないようなビジネスみたいなものが先進国からボコボコ出てきていて、で、中国も20年前、30年前の中国のビジネスってもうちょい説明がしやすくて、なんかコストパフォーマンスが良いおしゃれなスマホを作る会社ですとか、中国版の Google ですとか、中国版の PayPal ですみたいだったのが、最近になればなるほど、どう説明していいのかよくわからない。かつ話を聞いても、それ本当に
良いものなんですかみたいな、バブルでみんな使ってるんじゃないのみたいなものがどんどん出てくるようになってる。例えば、ライブ、あとほとんど、例えば、まあ、ライブコマースとかそうですよね。ライブコマースって、まあ、言葉に無理やり落とせばジャパネット高田みたいなものなんだけれども、今の中国のライブコマースってそういうものでは全然なくて、あのライブコマースやる人が自分の製品まで作ってるんですよね。だから、インフルエンサーであり自分で製品を作りそれを売るみたいなことをやっていて、そこですごい大きいお金が動いている。それ本当にその服っていいんですかみたいなところまで含めて突っ込みどころがいくらもあるんですけど、でもたくさんお金は動いている。だから中国も今すごい勢いでそのコスパが良いから先進国が作ってたものを上書きしましたみたいなビジネスではないタイプの新しいビジネスができてきている。でそこでメーカーが出てくるんですけど、言葉にならない価値ってどうやったら作れるんだろう。で言語化できないものって他人に発注して作れるのかしらみたいな話が出てくるわけですよ。だいたい今言ったみたいなインフルエンサーが自分でマーケティングやってますであるとか、あと、TikTok みたいなビジネスを作りましたとか、そういう会社って自社で設計開発してるんですよね。そうじゃなくてもプランニングの一番大事な部分を握って、で同じ人が辞めて別の会社に移るとどっちも倒れたりするんですよ。つまりIP として切り分けることが無理で、本人がやりたいからやってるからなんとか言ってるというふうな、部分のビジネスが大きくなって広がってきていると。でその中でじゃあメーカーってなんだっていうふうに考えたときに、まあメーカー、まあメーカーの定義ってやりだすとまたこれも宗教論争になるんですけど、基本的にはアイデアを現実化するものっていう人を指してメーカーと言ってるだろうと。メイクの初代編集長のマーク・フラウェンフェルダーは昔僕インタビューしたときに、メイクやると何がいいんですかみたいな話、世の中変わるんですかみたいな話をしたときに、そもそも今の世の中にコントロールできないものが多すぎると。メイクのカルチャーはコントロールできるものを自分たちの手に取り戻そうという考え方だ。政治や経済は自分たちでコントロールできないんだけど、物を作るということは自分でコントロールできるので、じゃあ自分はこの何かをコントロールできる思いを描くことをメーカーはとても大事にしてると。具体的に例えば椅子を作ってみる。で、椅子作ってみると、一番びっくりするのは、売ってる椅子って、安い割によくできてるなということなんです、大体は。なんだけど、一回自分で作ってみると、あの椅子には愛着が湧くし、いろんな椅子を見たときに、あの椅子はこう考えて作られたのかなとか、こうやって製造されたのかなっていうことが、だんだん分かるようになるんですよね。で、同じように、何か作ってみる、何か、なんて言うんだろう、プレイヤーになってみると、よりよくものが見えて、で、まるで世の中にあるものが、自分が作ったものとつながってるように見えるんですよね。でそうすると誰がどうやって作ったんだろうっていうところに認識がいくということが、あのメーカーという視点のすごく大事なポイントだということを言っていますと。でこれはすごく賛同できる考え方です。でじゃあ僕がそういうことを考えながらどういうコミットメントをしてるかっていう話なんですけど、あのまあやっぱ1個目は、この間数えたら、すごくたくさんメーカーフェアに行っています。どれぐらいたくさんメーカーフェアに行ってるかというと、この間数えたら11年間で37都市107回行ってました。そう、100回行ったら何かやろうと思ってたんだけど、数えたら別に100回はもう行ってたので、上海の、マッシュルームクラウドっていうメーカースペースでオンラインイベントがあった時、にちょっとスピーカー話してくれって言って、スピーカーで招待されてビビリ動画に今度僕の話に字幕がついて上がるようです。でメーカーフェアはそうですね、2008年に最初に行ったんですけど、いまだに行くたびに面白いし、今でも早く次のフェア行きたくてしょうがないですね。でもう一個眺め、この6年ぐらいやってるのはニコギ深センコミュニティっていうのをやってて、でこれは2014年に初めて深センに行った時に、まあ街の雰囲気もそうだし、そこで働いている、ハードウェアのエンジニアたちを含めにびっくりしたし、でしかも、その時、いやなんかこの街えらい面白いし、なんかメーカームーブメントで俺が見落としたものがここにあるみたいなことを覚えて言ってもらったんだけど、まあ誰も信じてくれなかったんですよね。でなので、人を集めて一緒に深センの面白いところを見に行く、エンジニアを集めて深センのメーカー、ムーブメントを体験しに行くみたいなことを結局5年間で8回かな、やったわけですよ。で結果をみんなでブログに書いて共有しようという活動を、行っていて、でそれをやったところ、いろんな人が巻き込まれてきて、いつの間にか、なんでしょうね、メーカームーブメント研究会&深センセン研究会&なんだろう、コミュニティ&アクセラレーターみたいな形になって、
仕事がそこからバカバカ発生しているようになったんですよね。例えば、このコミュニティの中でいくつかの新鮮の企業への投資が行われて、新鮮側からお金、日本の会社に入れたは多分まだ一個もないんだけど、日本から中国側にお金入れたはいくつかあるし、日本企業の新鮮進出のコンサルティングと、あとこれは中国からもあります。中国の人が日本の、イベント来るときに僕が案内したりとか、なんか人を紹介したりとか、まあ、あとよくあるのは、このビジネス日本、この製品日本で売りたいんだけどみたいなことを言われて、開発ボードだとスイッチサイエンスで売るとか、そもそも技的取ってこいっていう話をするとか、でコンシューマーエクトロニクスっぽいと、とりあえず日本のクラウドファンディングを紹介しようとか、そういうのは今でも行われています。なので、商売がこの中で少しかできるようになってきた。もう一個は、中国研究って日本ですごい研究者多くて、どこの大学の経済学部にも中国研究のプロっているんですよ。いるんだけど、その中国研究のプロっていうのはあくまで中国の経済を10年見てました、20年見てました、30年見てましたっていう人で、例えばだけど、スタートアップとかオープンソースっていう話になるとよくわかんないんですよね。で、中国は2015年からものすごい力を、その、いわゆるシリコンバレーみたいな経済を作ろう。オープンソースのカルチャー、アクセラレーターとか市内に作りまくろうみたいなことをやっていて、メーカームーブメントっぽいボトムアップ、企業みたいなところにめちゃめちゃお金入れてるんだけど、そこの研究って世界でどこでもやってないんですよ。なんでかっていうと、中国の研究やる人はそういうこと全然わかんないし、逆にその話すごい詳しい人って中国のことは基本的にバカにしてるし、中国を読めるようにもなんないので、したがってそこにでっかいエアポケットが結構空いていて、で僕らがやってたことはそこに結構マッチしたので、経済学の先生と僕とか他にもなんか本読んで原稿書くの好きな人が集まって、研究活動をやったりしていますと。で他にも、深圳の技術が好きな人を、日本でも技術の好きな人と出会ってもらって、で一緒になって、わあこの製品面白いなみたいなこと、まあ、この今日の話聞いてる人の8割ぐらいは多分知ってるだろう。 M5 スタックは今この瞬間だとアメリカで売れてる方が多いんですが、頭2年ぐらいは明らかに日本でたくさん売れてたので、でそれは日本のコミュニティと会えたことと M5 スタックが会えたことはなんか世界のためにすごいいいことだったと思っていて、そこでこのコミュニティはちょっとは仕事したと思っているので、そういうことがやられると嬉しいなというふうに思っていますと。で、ニコギ新鮮コミュニティの話は今日の話に結構、なんて言うんだろう、ビジネスデベロップメントとして深い気がするので、ポイントポイントで話すと、最初はとにかく、あれなんですよね、深圳に行って電気街で買い物をしたいという人間が集まってきたんですよ。で、その頃はググっても情報全然出てこないし、今みたいになんかお金取って深圳の案内するっていうツアーも全くないし、そもそも何しに来るのかよくわからない、中国人の方がびっくりするみたいな。何しに来たのみたいな感じでびっくりするみたいなところだったんだけど、僕らはここの電気街を見に行くのが大好きだったわけですよ。なので見に行って安いホテルの情報とかを共有して、で、電気街行って、でその2014年15年っていうタイミングで、それまで中国政府って、お金持ちにとにかくお金持ちであったりエリートだったりに集中的に投資をしようと、技術開発イノベーション指導をするんであれば中国で一番偉い大学にもっと金を入れようってことをずっと続けていただけど、15年ぐらいから急になんだかよくわからないけど、ボトムアップのイノベーターにも支援した方がいいくさいみたいなことが急に気づき始めた。なんかガレージからの起業とか大事らしいぞみたいなことを急に中国政府が言い始めた。でそこで、僕たちはその時の中国人に比べるとたくさん外国のメーカーフェアを見ていたので、やたら重宝されて、メーカーフェアの運営を一緒にやろうって言われたわけですよ。でその時は僕だけじゃなくて何人もの日本のメーカーたちが中国のメーカーフェアに招待されて行ったし、運営に協力したりイベントの司会とかやったりしたし、逆に彼らが日本に来るときに日本にはこんな面白い会社があってこんな面白いイベントをやってるよとか、例えばピクシブがその時日本で展示会をやってて、ピクシブっていう絵を描くコミュニティがあって、これは絵の描き方そのものもシェアされて教え合うんだよとか、最近だったペッパーっていうのはその時は最近だったんだけど、開発環境が一応オープンになってて、でみんながペッパーのアプリケーションを作らせようとする iPhone とかと同じような仕組みをして、世の中に入らずしてるんだよみたいなことを説明したわけです。この時、2015年かな、今日のミーティングも聞いてもらってる秋田先生と僕とあとエリック・パンですね、シードの一番偉い人が、集まって、明治大学で講演したりとか
しました。この頃は深圳の人間たちも日本来てまあ暇だったわけです。誰もあのなんていうか、エリック・パンはこの後、なんだろう、2015年の暮れにメーカーっていう言葉が中国の流行語大賞ナンバーワンになるくらい流行ったので、その後の中国人たちは超忙しくなって、今は別にあのなんだろう気軽に一緒に遊べる感じではなくなったんですけど、この頃はよく一緒に遊んでいた。でなんか、僕がやっていたすごい小規模なクラブイベントを、中国にあの運んでくれて、で、お客さんが1000人ぐらい入るようなでかいライブハウスでものがやれたりとかをしてました。でそうこうしている間に最初のギークたちの、に続いて僕らのコミュニティに入ってきたのは、これだな、中国の研究が専門の人でした。ちょうどこの頃に、2016年の何月だろう、5月ぐらいにワイヤードがフューチャーシティっていうシリーズ始めて、1回目が審査だったんですよね。でそのちょっと前にメーカーズのエコシステムっていう本が出て、でそのちょっと後に藤岡さんが、中国のシリコンバレー深圳に学ぶっていう本、ハードウェアのシリコンバレー深圳に学ぶっていう本を出して、で東洋経済が深圳の特集やったりして、で結果として僕らにとって不思議だった深圳のことを、中国はあのこういうふうな経済政策をやってるんですよとか、中国は、こういうふうな、会社法になってるんですみたいなことを説明してくれる中国経済専門のプロがどんどんジョインしてきて、で逆にそこに向かって僕らは、アルディーノってこういうものでしたとか、メーカーフェアってこういうことで行われていたとか、そういうようなことをお互い説明するみたいなことをやってました。だから、ギークの集まりだったのがギークの集まり&ちょっと研究機関みたいな感じになってきて、授業にゲストと呼ばれて喋ってくるとか、そういうようなことが始まり、あとこの人たち以外も深圳のことを原稿に書いて発表するっていう人間がものすごい数増えて、で結果としてなんかやたら深圳来るのがブームみたく、視察とかで来るのがブームみたくなって、それは視察が来すぎてうざいと思ってる中国企業もあるはあるんだけど、それよりも何倍も来てくれてありがとうと思ってる人が多くて、商売の種が見つかったであるとか、なんか人に出会えるであるとかで、まあ、そういうのブームが起きたと。で我々もその煽りというか余波で、企業スポンサーをちょっといくつかいただいて、今でも深圳に、僕たちはオフィスを構えていて、今ちょっと中国、外国人で入国ができないから、僕もあの家賃だけずっと払いっぷりで、あのオフィスに戻れないんだけど、一応、終わったらオフィス戻ろう、今回の騒動が落ち着いたらオフィスに戻ろうと思って。で、2018年ぐらいから、起業家の人たちがどんどんコミュニティに入ってくるようになって、ビジネスをこのコミュニティの中で作っていこうという人が増えてきた。もともと二国新鮮コミュニティってその藤岡さんと一緒に始めた2人とも、僕と藤岡さんの2人が共同創業者なんですけど、そのコハウンダル藤岡さんは2002年からずっと中国アジアでハードウェアの製造をやってきて、まあなんか起きてる時間全部ビジネスしてるみたいな感じの人で、でその意味で藤岡さんがビジネスサイドのなんていうか一個の顔みたいな感じになってて、僕がどっちかというとカルチャーとかオープンイノベーションとかそっち側の方の顔見たくなってて、2017年18年ぐらいから藤岡さんの仕事になるものがボン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 出てきた。でもちろんギークの存在感が減ったり研究者の存在感が減ったわけではなくて、単純にあのパイが大きくなってきているわけです。で今でも、まあ、コミュニティのミートアップやったり、あの本の翻訳をやったり、そういうようなことは続けていますと。で他に僕2014年ぐらいから、ウェブ原稿を書いたり書籍書くみたいなことを暇を見てはやっていて、それは中国人の人に、中国 の中で日本を研究している人に読んでもらえたりとかするのは嬉しいし、毎年非常勤講師として早稲田ビジネススクールで非常勤講師15コマやってるんですけど、そこに深圳でベンチャーで働いていますっていう中国人の日本語上手い人が、はい、聞いてきて、であのレポート英語で書いてくれて、そのレポート見たらなんか深圳のことが分かりましたみたいなこと書いてあって、そうかみたいな、なんかなんだろうね、鳥に向かって二鳥野鳥の会が話すみたいな感じのイベントではあったんだけど、ただこういう人と話ができて、意見交換できるのはすごくありがたいことで、なので、まあ、学校のことをやるのはすごく楽しいと。で、短めのコミットメントとしては、5月21日に始めたイベントなので、まだ1週間ですよね。先週第1回を行った分解の勧めというイベントをやっていて、これは何かというと、物を分解するブラックボックスにしないということがとてもなんか世の中のためにも大事だし、あと個人的にもすごい楽しいであるというのがありますと。なので分解っていうのを何か
シェアして集めるカルチャーみたいなものが作れるんじゃないかというふうに思っていて、第1回イベントをやったらとても盛り上がったし、終わった後のビデオ録画とかツイッターのやつとかを見て、さらにすごい人が、え、この話なら僕もやりたいですっていうふうに入ってきてくれて、で、今、第3回まで、イベントが企画されていて、ライトニングトークでもちょっとこの分解事例紹介書みたいなのが増えてきて、このままいけば第4回、第5回って続いたりするかもしれないし、なんか分解するみたいなのが、しんちゃんで1回バーって、なんかみんなしんちゃんって言い出したみたいなのと同じような、なんか何かのカルチャームーブメントみたいなのが起きるかもしれないと。まあ、そういうようなことをやってますと。だからそういうコミュニティについて書いた電子書籍で、コミュニティで未来を理解するっていう電子書籍があって、なんでこの、話しされるんだったっけな。つまり、僕は基本的に面白いと思ったことをホイホイ始めて、で、面白いぞって思って人を巻き込もうとするわけですけど、やること全部が巻き込みに成功するわけではなくて、なんか10回ぐらい面白いと思ったことを始めた結果、人が集まったものは残ってて、で、どうも僕だけしか面白いって言ってない状態が半年とか1年とか続くと、急に、なんていうか、やる気が尽きて止まるわけですよ。結果として、僕が面白いものを見つけてるわけではなくて、僕は結構何でも火がつくんだけど、そこの火をくっついてきて、火に油を注いでくれる人が大体、イベント見つけていて、その意味で、メーカーがなんでシェアするかっていうと、自分でもなんだか理解できてないものって、何がどう面白いのかもよく分かんないんですよ。人に見せて、で、他人と一緒に物事を進めていくようにすると、面白さを他人が発見してくれて、なので、未来予測って自分一人ではできないものなんではないかなと今でも思っています。大体自分が一番面白いと思ったことって、世の中的にそこまで面白くなかったりするかもしれなくて。で、でもそれについてる2番目、3番目の面白い部分が、世の中で見たら一番大きいインパクトかもしれなくて。で、世の中の発明見てるとそういうことはいくらでもあります。なので、仲間を作ることが大事で、っていうことがこの電子書籍には書いてあるし、今日の大川先生さんとの対談も一個のテーマなんじゃないかなとは思ってますと。で、最後ちょっと自己紹介をすると、そんなわけで今、僕は、まあ、大きく分けると3つ世の中での役割がありますと。一つは、スイッチサイエンスっていう、多分今日、ウェブナーにいる人はみんな知ってると思うけど、要は、開発ボードを売る会社の社員ですと。で、深圳ほか、いろんな国のパートナーを開拓して、で、そういう会社と一緒にお仕事する。まあ、輸入輸出かもしれないし、共同開発かもしれないし、まあ、資本出資とか提携とかもあるし、まあ、そういうようなことをやるのが、僕の、お仕事の役割の一つですと。で、僕にとって事業は何かっていうと、まあ、仕組みになっていて利益を生むものだと思っていて、社員が何人か辞めたぐらいではそんなにその簡単にその仕組みが崩れるようなものではないだというものだと思ってます。で、その代わり、なんていうか、なんだろう。仕組みでできてるので、他の人がやっても同じかどうか分かんないけど、まあできるんだろうし、やりたくないけどやんなきゃいけないこともいっぱいあるだろうし、でもその事業が、まあ、基本的に利益を生みますと。で、それから、研究とか布教活動というものとして、早稲田大学の非常勤講師で、深圳の産業集積と松井イノベーションという授業をやってますと。で、これごめんなさい、布教はね、関係ない。研究とか布教活動の布教は、皆さんメーカーやりましょうっていう布教で、漢字は間違ってます。で、講演とか執筆とかで、ちょっとお金になるんだけど、これは基本的に仕組みになりづらくて、多分その、スイッチサイエンスのビジネス開発担当ですって出てくるのは、極端に言うと僕じゃなくてもいいんだけど、原稿書きとか講演とかは、ごめんなさい、都合が悪かったんで別の人が来ましたってなかなかやりづらい。だから、それはちょっと事業とは呼べないんだろうなとは思っていますと。で、さらに、そことは別に、みこぎ新鮮コミュニティのコファウンダーとか、さまざまな、コミュニティ活動を行っていて、で、ちょっと待ってね、人がいる、ミュートにしよう、ミュートに。あ、すみません、大丈夫です。大丈夫、OK、ミュートにやってる。で、最後の、このみこぎ新鮮コミュニティのコファウンダーとか、さまざまなコミュニティ活動なんだけど、コミュニティ活動って基本的には、社会的で価値が生まれる前だと思ってるんですよ。なんか全然お金取れないというか、そもそも誰がやるんだかよく分かんないみたいなことをやってるのがコミュニティ活動と僕は思っていて、で、これは面白ければ仲間が増えるし、熱が冷めると終わるし、すごい大きくなると事業が、なんか何かしらの研究活動がそこから生まれることもあるかもしれないし、さらに大きくなると仕事が生まれるかもしれないんだけど、最初は多分そういうのとは全然別のところで始まるんだろうなと
は思っていますと。で、その3つをやってますと。最後ちょっと、なんとなく大岡さんの資料に経歴あったから俺も経歴書こうかなと思ったんだけど、まああんまりあれですね、今の話と経歴はそんなに関係ないですね。はい、もともと僕はエンジニアっぽい仕事をやってて、専用線の引き込みとかサーバーの構築とかやってたんですよね。6年7年ぐらい。で、この1997年頃って、インターネットに関するエンジニアってそもそもない、別に大学でも教えてないっていう時代で、誰でもそういう意味ではエンジニアっぽくなれたし、別になんかノルマもなかったみたいな。だから社会に居場所がない人がやれたみたいな、まあ、そういうなんか今の YouTuber みたいな職、その時は職業でしたと。で、その後事業会社に転職してエンタープライズ系の、なんだろう、だからインターネット関係の経営企画をやってて、で、なんだろう、いわゆるデータキューブ作るみたいなところの要件定義やったりとか、システム開発ちょっと多めで、なんだろう、Windows NT からソラリスにシステムを移すみたいなことをやったりとか、CDN 入れるであるとか、実はそういうなんか、固めの仕事をやっていました。で、その後、この後が多分みんな知ってると思うんですけど、チームラボに転職して、で、ウェブ中心のディレクターみたいなことをやったり、ただチームラボではほとんどバリューが出てなくて、ほとんどなんか、どんな仕事をしてるんだかわからない、社内イベント屋さんみたいなことをやってましたと。ただし、幸せというか、3つの会社とも、僕がいた頃はずっと、会社全体が上り調子だったので、そういう会社にいると、クビにはなんないんですよね、変なことやってても。で、そういうことをやってる間に、2014年頃からシンガポール支社を作るときに、そこの、ホームとかそういうのをやるので、シンガポールに移住して、で、それから、スイッチサイエンスに、転職して、だから初めて、なんか仕事らしい仕事をしてるみたいな、いう感じではあります。今の新規系と、新規系と開拓とかは、ちゃんと最終的に利益につながってる、って言えば利益につながってるので、だから、久々にワークしてるなという感じが、あるはありますと。で、なので、まあ、細かい話は、とか具体的な話は多分、書籍を読んでもらうのが多分一番良くて、それで一回その話題に戻りましょうですね。ちょっとごめんなさい、はしょりすぎたけど一応ざっと、全体を流しました。岡さん、岡さん、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、結構ですね、いろんな話があって、はい、とりあえずそうなんですよね。なんか改めてちょっと、まあ、質問のやつは質問で用意したんですけど、改めて聞いてみて、はいはい、僕も一番このあたりにそのいわゆるメーカー的なものの一番の驚きって、物を作るとか、はい、物が完成する手前のところに人が参加することで、この製造プロセスとか設計プロセスみたいなもの自体が価値になるみたいなことって考えたことがなくて。はい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 、はい、わかります。すごい僕の中でも画期的すぎるんですよ。なんかだからわかります。だからなんかなんて言うんだろう、めちゃめちゃ飢えてる人とかはちょっと除外しますけど、明日にでも自殺しますとか、はい、そういう人は除外すると、基本的に何でも趣味にはなりえますよね。そうです、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 その通りです。うん、で、本来、製造業の現場は多分すごく楽しかったものなんだなってことは思ったりもしたんですよね、今。どうでしょうね、僕だからそのなんか。今のその大企業やってるのは製造は全然ダメだっていうか、そんな、でもなんか、そのなんかなんだろう、いわゆる大量生産、まあもちろんその中でもその、なんだろう、確かにそのなんかなんだっけ、徐行愛知とか読むと、すごい面白くて働いていた様子が見えて、改善案とか出すのは楽しいんだなってことが分かったりはするんですが、まあその意味では、あれかもしれない、その、なんだろう。まあ、そうです。まあ、でもそこまで言い張るとどんな仕事でも趣味になるといえばなりますけど、ただ そこにこう、うん、当事者じゃない人も喜べる何かだったりとか、はいはい、当事者になれるその製造現場に関われるみたいなこと自体に価値を感じたりとかっていうのって、
多分今までなかったと思うんですよ。言っても製造業に対して価値を感じるのって、物を作って完成した後に人々は価値を感じてたと思うんですよ。その物を介して、その物に対してみんな価値を感じてたの。はい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 。物を作る過程に価値を感じるってどういうことだみたいな感覚なんですよ。まあでも、それもでも、それで言うと、その、なんだろう、畑仕事とかも仕事と娯楽どっちにもなるじゃないですか。うん、なるほど、はいはい、そうですね。うん。だから、すごい仕事っぽいけど娯楽になるものとしたら、蕎麦打ちとかで、例えば、蕎麦打ちとか、その、畑仕事とかで、逆に、すごい娯楽っぽいけど仕事になるのは、その、サッカーやったり、歌歌ったりで食べてる人いるじゃないですか。はいはいはい。うん、だから、そこは実はそんなに変わんないのかもしれないなと思うんですよね。そうですね。うんうんうん。その、なんか、多分その歌歌うとかも、多分その、例えば、歌歌う人の中に、すごいいろんな生活があると思っていて、その、作曲がすごい楽しいときとすごい辛いとき、どっちもあると思うんですよ。うん、で、ライブもすごい楽しいときと、今日もやるのみたいなときは、多分両方あると思うんですよ。うん、おそらく。そうですね。うん、で、ただ、なんだろう。で、その中に、多分その、毎日80点が必要な仕事と、0点と100点が必要な仕事みたいなのは、多分仕事としてあって、ただ、普通の会社でも営業ってどっちかっていうと、ホームランが何本飛ばせるかが大事だったりするし、受付さんとかは逆に、あんまり仕事にムラがあると困るみたいなことがあったりするし、そこは結構、向き不向きみたいなものがあるんではないかなとは思いますと。うん、はいはい、ありがとうございます。じゃあ今だと話だとちょっと話がずれすぎるので、岡さんの話の方に戻っていくと、いや、で多分聞きたかった話がこうだろうと思いながら戻っていくと、その中で、あれですよね、はいはい、とはいえ、一回出来上がった仕組みがコモディティ化する速度ってものすごい上がってるから、コモディティ、はい、だからコモディティ化しない方向にっていうか、もっと言うとコモディティ化するにしても変化の速度を上げていかなきゃいけないんだけど、その変化の速度を上げていくときに、これがトレンドだからやろうっていうのが、昔はトレンドを握ってる人が少なかったから、なんか他の人より早く行くみたいなことができたんだけど、今それが結構難しくて、どっちかっていうと面白そうだみたいなことをベースにして意思決定しないと、うん、そもそもビジネスができなくなってるみたいなのはあると思います。そうですね、うん、なんですかね、こうそういう従来の製造業じゃないような方向に行くのは行かざるを得なくって言ってるんだろうなとも思いますしね、うん、その今までのやり方で別にお給料増えていって会社の利益が上がり続けるんだったら別にそれでもいいじゃないみたいな。そうそう、それはそうだと思うし、あとそのなんだろう、そのたぶん何でもイノベーションってあると思っていて、石油運ぶであるとか、そういうことがすごい変わったやり方ができることはあると思っていて、ただ、なんか改善するとか、物事を変えるみたいなのを、モチベーションベースみたいな風にしないとなかなかうまくいかないんだろうなとは思っていますと。はいはいはい、ああ、なるほど。要はその、当事者意識みたいなことを、その人にどう持たせるとか、その仕事の中の面白さみたいなのに、なんかもうモチベートするような何かだったりとかっていうのが。はい、それではそうだと思います。例えば、ね、大学の研究職とかはもうガキじゃないですか。基本的には他人とって、はいはい、世の中にないことをやるのが仕事じゃないですか。あれこそ、専門家として。そうですね。で、昔だと、大きい会社にいると、例えば10万人社員がいて、多分200人ぐらいが世の中にないことをやってて、残りの人はそうじゃないことをやってたんだけど、それが、例えば Google とか Facebook みたいな会社になると、だいぶ割合が変わってくるんでしょうね。うんうん、で、そのある程度、その、なんだろう、定型化できて、同じパフォーマンスが人でも機械でもできますみたいな仕事はどんどん機械がやるようになってはいくんだろうと思われるので、うん。うん、だからその時に、じゃあ、例えば大学の先生であったり、いわゆるクリエイターであったりみたいな部分って、社会の中ではすごい小さい仕事だったのが、今大きさがどん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 大きくなっていく部分で、それってどうやったら大きくできるのとか、
それって組織的にトレーニングしたり増やしたりできるのとか、あとそのパフォーマンスってどうやって検証すればいいのとか、そういうことがいっぱい起きてきてるとは思います。そうですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっと質問 Q&A の質問にを用意したので、それに基づいてちょっとやっていっていいですか。はい、じゃあ僕の共有止めて、はい、あれですスライドあるんですよね。はい、あります。はい、お願いします。はい、じゃあちょっとここからはですね、後半戦というかというような感じで、はい、いきます。はい、QA です。ちょっとツイートの中とかにいくつか面白いご指摘があったんですけど、それにちょっと後で拾わせていただくとして、まずちょっと事前に用意したいくつかの質問について、ディスカッションしていきたいんですけども、今日の話の中に、まあ、大きな一つの、テーマとしてあったのは、その言語ができないことの、話があったんですけど、その言語ができるかできないかって、その人が持っているような知識だったりコモンセンスだったりみたいなものにだいぶよるかなと思うんですけども、そのどこまでだったら世の中の人が言語ができないんだろうかとか、なんていうんですかね、こう どうやってそういう言語ができない範囲ってどこまでだろうって知るために、どんなインプットがあったらその範囲って分かるもんだと思います。何も知らなかったら、多分すごいいろんなことが新しく感じると思うんですけど、例えば言語化できる説明可能なものって多分他の人しか模倣できるんですよね。イコールではないけど、言語化できるものの方が模倣しやすいですよね。そうですね、明らかにそうですよね、でそれって多分、それによって生まれる価値みたいなものがもうかなりはっきりしていてのではないかなと、価値なり課題みたいなのがはっきりしているから、それに対して何をすればいいかが説明できるから、なんか作れるのかなとか。そこは多分、でも僕そのなんだろう、パキッと分かれるようなものではないと思っていて。おお、はい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 、なるほど。その解像度みたいな感じ。そうですね、多分だけど、すごい頑張って真似をすることとオリジナルを作ることは多分ほとんど同じなんですよ。はいはいはい、なるほど。だから、なんかすごい面白いなと思って、最初の面白さは、例えばお金が儲かるとか、すごい分かりやすいことかもしれないんだけど、いつの間にかそこから逸脱すると思うんですよね。で、逸脱した部分を、逸脱するのは本人が逸脱するんだけど、本人はどこから逸脱だか分かんないはずなんですよね。そうですね、そうですね。他人がそこですごいびっくりしてくれると、それが価値になると思うんですね。そうか、そうですね。でやっぱりこの新しい イノベーションみたいなものって、やっぱこう自分では決めることではなくて、こう他の人の評価によって決まるものなんですよね、きっとね。そんな気がします。例えば、僕すっごいたくさんサッカーの試合見にサッカーは、まあ、結構見に行くのが好きなので、地元の J リーグチーム浦和レッドダイヤモンドをひたすら見に行った時はある、まあ、もちろんもっと見に行ってる人はたくさんいるんだけど、でも別にサッカーどれぐらい見に行こうが別に僕にサッカーの気に来る人は誰もいなかったわけですよね。今でも時間あると見てるから大好きなんだけど、でメーカーフェアに関してはなぜかわかんないけど、ちょっと何回目から聞かれるかわかんないんだけど、あれはたくさん見てるといつの間にかここまで見に行くのが面白いっていうことになったんですよ。なるほど。で、そこの間のモチベーションの差が僕にあったかっていうと、ちょっと微妙では微妙で、ただまあやっぱ一緒に見に行く人が増えたとか、あとなんか何かしらなんか自分が自由になる場所が増えてくると、例えば仕事につながるとかすると嬉しいとか、そういうのはあると思うんだけど、最初は別になんか将来仕事にしようみたいな感じで見に行ったわけではないし、今現在も、例えばそれで言うとチームラボにいた頃は僕の海外出張は全部お小遣いで行ってて、今は大体は経費で行ってるんですけど、じゃあモチベーションがそこで変わったかって言われるとあんま変わんない気がしますね。なるほど、まあそうか、そんなもんでしょうね。
で、その何が言いたいかっていう、でそれとは別の話で言うと、人と違うことがバリューになる仕事と人と同じことがバリューになる仕事って両方あって、で、はいはい、それはスタート地点ではほぼ一緒かもしれないんだけど、そうスタート地点ではそっくりかもしれないんだけど、だんだんその振る舞いが変わっていくはずだと思うんですよね、うん、そうですね、うん、うん、確かに、うん、なんかそこで、まあ、なんですね、そういう差の積み重ねなんですよね、もうね、うん、うん、はいはい、なんか、はい、わかりました、この話は。そうですね、その中でなんかハイリスク入りたいんじゃないけど、変なことをやりだすとやりだすほどオリジナリティは出るけど、その子ってニーズあるのみたいなこと言われる割合が大きくなっていって、うん、うんうんうん、そうです、絶対そうです。逆に、舞台を用意してもらってその中で踊るみたいなことをやってると、なんかよくわかんないストレスみたいなのはたまるかもしれないんだけど、なんだろう、硬いは硬いみたいな。そうですね、うん、そうですよ、でそれは多分向きというか、どっちが絶対的に正しいみたいなことはないはなくて、うん、ただ昔に比べると変なことやる人の、なんか今この瞬間の日本だと変なことやる人の、日本というか先進国だと変なことやる人の、ニーズが上がっていて、そうですね、うん、でだから起業する人間の数が多い国、まあ、だシリコンバレーとか深センとかだと多分さらに多いんだと思います。うん、そうですね、はいはい、なんか今のその舞台の話とかもそうですけど、こう舞台の上でちゃんと期待した通りに踊ることもすごく大事ですもんね。うん、今日かな、今日か昨日か高須さんがその01の人もいるし30から31の人もいるしみたいな、はいはいはい、話されてましたよね、うん、そうですね、それもそうだし、あとなんか普通に芸術でも、例えば、なんだろう、オーケストラとジャズだと、いわゆる自由度みたいなものが変わってくるじゃないですか。うん、はいはいはい。そうそうなんだよね。そうなんだよね。まあそうですよね。うん。その、なんか人でもロボットでも同じようなパフォーマンスが出るみたいにするのも、それって別にいきなりそうなるわけでは全然なくて、うん、一発目はひょっとしたらよくわからないけど神業みたいな人が作ったのかもしれなくて、でもそこをなんとかして噛み砕いたりマニュアル化したりジグを作ったりしてもっとコモディティなものにしていくわけじゃないですか。はい、そうですね、うんうんうん、だからそうで、その中でよく呼ばれるというかよく人から話を聞きたいって言われる部分で言うと、そっち側の部分のものをコモディティ化させて、で、もっとなんていうかちゃんと組織で同じパフォーマンス出せるようにしようは、そもそも僕にそんな話を聞かれても困る部分があるし、もう一個はその部分ってナレッジが特に日本ではすごい上がっていて、そうですね、うん、でも逆に意思決定まで全部、うまくいくって分かることをやりましょうっていう風になっていくと、はいはいはい、それはあの日本の給料がすごい安かった頃とか、あと、うん、情報の格差が世界的にすごいあった頃だとうまくいったかもしれないんだけど、今は多分そうでもないので、そうなんですよ、うん、その通りだと思います。はい、なんか僕の書いたご質問に関してはですね、よく考えてみるとこれはなんかアウトプットして初めてこうなんか範囲が分かってくるような感じですよね、今の話ですね。そうですね、なんかそれとりあえずそっちからなんです、はい、よく講演で話すんですけど別に例えばなんだろう、少年漫画雑誌とか50年ここの40年ぐらいずっとそういう価値観でやっていたはずで、うん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 、そのいわゆるアクセラレーターがやってることと少年漫画雑誌がやってることってビジネスとしてはほぼイコールじゃないですか。はいはい、そのなんか例えばその、はい、まあわかんないけど1000人ぐらい希望者が来る、で1000人が1000人全員その自分がやりたいと思ってやってる、でデビューできるのはその1000人の中から100人ぐらい、でも結局そのアクセラレーターからしてみても100人の中のどれが一番になるかとか100人が全員生き残るかは
ぶっちゃけ世の中に出してみると分かんなくて、うん、で出してみてどうやらこれがお客さんすごいついたなっていうものがあのどうやら大ヒットする漫画であるということが後になって分かるみたいな。そうですね、うんでそれは、映画作る会社もそうだし、でも漫画雑誌が一番分かりやすくて、その漫画雑誌全体で黒字を出す、全デビューする新人はデビューした瞬間は突っ込んだお金に対して赤字である。なんだけど誰かはワンピースみたいにヒットを飛ばすから、最終的には出版社全体では黒になるみたいなのはすごい分かりやすい。アクセラレーターモデルと一緒で、でそういうビジネスが他にも広がってきてるっていうことだと思います。そうですね。いやいや、その通りですね。まあ、本来そうあるべきだったんですよね、あれビジネスが、おそらく。いや、でもどうでしょう。いや、でもなんか。客が決めるんですよね、そういうのって。そうなんですけど、でも大ヒットした、例えば、そのすごい大ヒットしたワンピースをさらにヒットさせるために、例えば横展開するだとか、そういうのも全然立派な仕事だと思うし。あ、もちろん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 です、もちろんです。それを維持する人とか、さらに拡大されるのももちろん大事です。もちろんです。そう。本当です。はい、じゃあちょっと次の質問に行きます。はいはいはい、これも、まあ、あの小さく始めていくっていうメーカー的な話の裏返しみたいな話なんですけど、一旦大きくなってしまった組織って、まあ、特に日本の会社なんかもそうなのかもしれないですけど、小さくまた一人で始めることとかって、いや、できるのかって言い方正しいのか、やる必要があるのかって言い方正しいのか、なんか そもそも、例えば M5 作者とかを考えたときに、はいはい、あそこはまた次から次へと新しいことを出せていけてるんですよね。まあ、あそこだってまだ起業して、まあ、一応、自称創業5年って言ってますけど、本当に5年前からやってるかよく分かんない。例えばあそこがもうどんどん大きくなっていって、まあ、15年くらいしましたと、で世界3拠点に製造工場を持ってますみたいになった時に、またその時の新しい何かとかに取り組めるのだろうかとか。あ、でもできるかできないかでいうとできると思っていて、でそれはなんかリファーするところがいっぱいあると思っていて、例えば自分がある程度詳しい例だと、その Google とか Microsoft とか社内にたくさん今メーカースペース作ってますよね。そうですね、うんうん、たくさんメーカースペース作ってて、でそこはどっちの会社の人も言ってるのは、そのちゃんとプロジェクトにはなってないんだけど、どうもやった方がいいことをやれる場所を作ろうみたいな話で、うんうん、例えばなんか VR 触ったことないんだけどホロレンズ触りたいみたいな人が Microsoft の社内にもいるから、持ってきて触らせようみたいな、うん、で社内 VR 研究会とか、その VR の部署がない人間たちでとりあえず一回作ってみようとか、うん、Google はなんか 20% ルールみたいなので、もうちょいシステマティックにそういうなんかやったことないことをやろうみたいなのをしてるみたいではあるんですけど、でそれこそソニーのクリエイティブラウンジ最近ボコボコあの出してアウトプット出しててなんか良さそうじゃないですか、うんうん、あとリコーのリコー社内アクセラレーションとかやってるから、それはなんかその今言ったみたいな、そのなんだろう、ちょっとした毎日同じパフォーマンスを出すのでは大事じゃない場所を作ろうみたいなのは、別に昔も今も、まあ、なんて言うかな、ね、一回多分製造でギリギリに効率を上げよう、本当に一色になっちゃった時はなくなったかもしれないんだけど、そうじゃない会社の方が世の中は多いはずで、うん、まあそうですね、うん、そうなんですよね、うん、そう、例えばヤフーのロッジとかはそこをさらに社外も含めてなんとかしようみたいな話で、どうもうまくいってそうじゃないですか、うん、そのあれ単体で黒は出てなそうなんだけど、うんうん、まあ明らかにあれがあるおかげでヤフーのプレゼンスというか認識も変わりましたしね、はい、ただやっぱああいうものをどう評価するかはまた別の話ですよね。あ、そうですね。はい、うん、いや、結構そういうところだと思うんですよ。なんだか、なんだか、なんだか、これってなんだみたいな、その、さっきの言語化の話じゃないんですけど、はい、この活動ってなんだみたいな話で止まるっていうのが、まあ、よくある話じゃないですか。
そうなんですよね。まあ、あと、あの、一回赤字になった会社でそれやるのすごい大変ですからね。そう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 。いや、そうなんですよ。なんか、本当に、潰れちゃったらそんなことないのに、ちょっと赤字になった機嫌があるとか、ちょっとリストラした記憶が書籍の中に残ってると、結構当たり前ですけど、当たり前ですけど、結構慎重にはなりますよねっていう。そうですね。なんか、はい、それはでも布教活動みたいな感じだと思うんですよね。例えばその、なんだろう。同じように、そこまで大事かどうか分からないものってどの会社にも結構いっぱいあるんだけど、例えば、うん、自社ビルとか、うん、でもその自社ビル売ろうみたいな話より前にその新規事業部潰そうみたいな話になるわけじゃないですか。あ、そうですね。そうそうそう、そう、まあそうですよねっていう、そこ価値観の問題なのでどっち大事ですかみたいな話をひたすらしていくしかないのかなとは思っています。そうですね、はい。で、これもちょっと今日の話でもちょっとずれるんですけど、はい、あの世の中にはメーカームーブメントとか、あるいはハードウェアスタートアップみたいなものがもうオワコンダ的な認識をされている向きもあるやなしやみたいな話がありますけど、そう、あのちょっと今いくつかの媒体と交渉をしていて、はい、2015年ぐらいの時に僕が、見込みを外したものっていう、記事を1個書きたくて、例えば、いや、何が言いたいかというと、ハードウェアスタートアップから Google みたいな会社がボンボン出てくるかもねに関しては出てこなかったなということで、で、なんだろう、特にハードウェアスタートアップに限定すると製造は1日にしてならずの度合いが多すぎて、うん、で、スタートアップって逆に1日にしてならないとスタートアップじゃないので、うん、その3年で世界ナンバーワンとかにならないとスタートアップではないので。なるほど、うん、あ、なるほどなるほど、そうか、そうですね。そう、いや、あの、そう、あの中国の会社ならいいんですよ。そのDJI みたいに創業3年目で社員50、はいはい、社員500人ですとかそういう会社が作れるところはいいんですよ、うん、メイクブロックとか、はい、で特にソフトウェアに比べるとハードウェアの方が、物を売るところとかにもあのディストリビューターどうしようとかそういうところを含めて人数はいるので、そうですね、そうすると何千人何万人みたいな会社、まあ、何万は言わないけど何千人みたいな会社にならないと世界ナンバーワンシェアとかになるのはちょっと難しかったりして、そうですね。で、うん、その、なんだろう、インスタグラムみたいに、フェイスブックに買収された時では15人ですみたいな会社をハードウェアでやるのは結構大変だったりして。うん、で、それは、2014年、15年の頃は僕はそう思ってなかったので。うん。そう。アップルとかもびっくりするぐらい人数がいて、聞くというか、まあ、電気灯物とかを読むと、まあ、これいるけど、少なくとも創業者はやらないなみたいな仕事が中にいくらでもあるんですよね。はいはいはい、はい、うん、はい。で、そうですよね。そう。で、そこはまだ、だから、その意味で、投資の対象としてそんなに魅力的ではなくなってきてるみたいな部分はあるとは思います。で、スタートアップって、まさにそういう意味では、投資対象として魅力だからみんなスタートアップって言ってたので、で、それが、勢いが間違いなく起きてるのは間違いないですと。で、それはそれとして、それはそれとして、じゃあ、アルディードの売り上げだったり、ラズベリーパイの売り上げが、一番メーカームーブメントが超元気だった2016年頃に比べて下がってるかというと、別にそんなことはない。むしろ増えてる。はいはい、メーカースペースとかそういうものが、下がってるかというと、まあそうでもない、うん、で逆にその頃はハードウェアスタートアップのど真ん中ではなかったはずの IoT や AI が今やっぱそこでしたねみたいな、まあそうですね、いうふうに、はい、なってきていて、なので、プログラミング大事です。プログラミングと電子工作はプログラミングの一部です。うん、ネットワークとクラウド大事です、うん、AI やクラウドはネットワークの一部です、はい、みたいな意味で言うと
そういう意味でのメーカームーブメントはずっと大きくなり続けていて、うん、そこに関しては全くオワコンではないですね。そうですね。ただ、うん、その、なんだろう、だから2014年、15年、16年の頃に、わーって話題になった、その、スタートアップが、そんなにネット繋がってなくてもいいかもしれないけど、いけてるガジェットを作って、それが、うん、だから3年でトヨタ見たくなるみたいなのは、まあ、そうでもなかったなと。うん、で、ただ、中国に関してだと、まあ、そういう事例、それなりにあるので。いや、そうなんですよ。いや、なんかそこなんですよ、ずっと引っかかるのが。中国以外でも、例えばアフリカの方の、発電システムみたいなものも、ある分野でも世界一なのができちゃったりとかするし、まあ、もちろん深圳なんて一番そうですけど、はいはい、あれやっぱ何もその製造業としての積み上げがないところだから今できているという見方もできるなと思ったりとか、既存の日本の製造業があれできるかというと、まあできないだろうなとか。ただその、まあ、いわゆる日本の既存の製造業と、例えばフォックスコンみたいな会社がやってることは全然違うじゃないですか。そうですね。すごい例えばで言うと。で、フォックスコンはそれで言うと、ハードウェアスタートアップの部分で売り上げを大きく伸ばしたんだけど、まあ別にそこと日本ってもともと関係なかったし、今も関係ないみたいな話じゃないですか。まあそうですね。うん、じゃあで、フォックスコンがいたから、深圳なんかではそういう新しいハードウェアスタートアップみたいなのが立ちやすかったかっていうと、そういう側面もまあなくはないですけど、必須ではないんですよね、きっとね。いや、結構必須だと思いますよ。あ、そうですか。はい。なんか僕よく逆にソフトウェアの人と話するときに思うのが、この間、会社名出してますいいか、とある有名なソフトウェア会社の人が来て、で、ハードウェア開発設計会社を外注したみたいな話を聞いたんですよ。で、うん、いや全然外注していいって言えば外注していいんだけど、そのハードウェアってそのどれぐらいなんかなんていうか大事ですかねみたいな話をしてて、どういうことかというと、そこが本当にコアでビジネスの中心だとすると、今の日本でもいわゆるウェブベンチャーでそのプログラム SIR に投げてるとこ一個もないと思うんですよ。はいはい。それがメルカリにしても、幕開けにしても、ハテナにしても、ウェブの、なんだろう、サーバー側もそうだし、ブラウザの画面側周りも、基本的に全部社内で作るじゃないですか。はい。それぐらいで、逆にハードウェアカンパニーでしてみると、製造って結構それぐらい大事は大事で、うん、その、アップルってファブレスって言ってるけど、実はハードウェア製造スタッフものすごいたくさんいるし、製造の機材とか自分たちの資産で持ってて、うんうん、で、シードもそうだし、DF ロボットもそうだし、M5 スタックもそうなんだけど、なんか社員50人ぐらいになると、もう製造ライン自分たちで作り始めるんですよ。うん、だからライン、製造ラインを中に抱えるみたいなのは、結構スタートアップにとっては大事、実は大事なポイントで。まあ、そうですね。はいはい。うん、で、テスラとかそうじゃないですか。そうですね。うん、だから、その意味では思ったより実は製造は大事だったみたい。うんうん、ちなみにね、メーカー、質問でついてよく出てくるメーカースペースの数、ね、数自体は、要は、利益を出そうと思って作ったメーカースペースは大体利益が出ないから潰れてるんだけど、それはそれとして、学校の中に作ったであるとか、僕が深圳に持っているオフィスであるとか、つまり、もともと別に利益目的で作ってないっていうスペースの数が増えてて、っていう話をしてます。そうですね。うん。で、はい、うん。あ、ちょっとこの話そのものじゃないですけど、ちょっとさっきのやつと合わせてなんですけど、僕の目線からすると、その2014年、15年の頃って、例えば G デジタルみたいなものとか。ごめんなさい、G デジタル分かんない。あ、そう、なんか、そうか、既存のグローバルの製造業みたいな人たちがサービス事業を本気でやってるぞみたいなことを言ってた時期もあったんですよね、と思って。はいはいはい。でもそれ結局なんかその固定資産を多く持ってると、そんなのにお金使ってる暇があったら資本の回転率上げた方が絶対儲かるんですよねっていう、身も蓋もない話に聞こうってたなっていうことをちょっと思い出しましたね。なんかそのクラウドだったりサービスだったりに価値があって、ハードウェアはコモディティ化されたものでもある程度いいみたいなハードウェアビジネスっていっぱいあって、うん、でそういう会社が EMS を使ってたくさんお金儲けるはあると思うんですよ。はいはいはい、うん、そのアマゾンとかまさにそうじゃないですか。そうですね。もちろん Kindle はいいハードウェアだし、うん、エコーとかもいいハードウェアなんだけど、まあでもあれ別になんかあれがいいから変わってないですもんね。そう、うん、アマゾンっていうエコシステムが良くて、そうですね、うん、アップルもかなりハードウェアで儲けてるけど、まあ言うてもでもあれも価値は例えば OS であったり iTunes だったりの方にもありますよね。そうです。
はい、逆にその純粋にものの魅力で勝負しますみたいな話になると現状だとあの工数をいくらでもぶち込める嗅覚がすごい強いので、うん、いや本当そう思います。全然あれで勝負にならないんですよね。うん、はい、じゃあちょっと次に、あ、そうそう、これも一応聞いとくかと思ってっていう感じの話なんですけど、何かありましたかねっていう。僕が知ってる日本の中小企業製造業さんとかはなんかいろいろ自分で作ってなんか納めたりみたいなことはかなり多くの人がやってますね。そうですよね。なんかみんなフェイスシールドをレーザーカッターで作り始めるとかそういう動き世界中でやれてて素晴らしいですよね。うん、もう一個足で踏むポンプのやつとか自作するみたいなことですか。ああいうのは別になんか製造業でもやなんかこういうことになったりだったらやるじゃんねって思ったんですよね。もう一個でもこの対談だとすると超赤丸をつけなきゃいけないのはあれですよね。そのコードフォージャパンだけじゃないけど、うん、そのみんなが社会にとって必要なインフラである情報プラットフォームを、とりあえずボランタリーでオープンソースなコミュニティが作ってるっていうのは結構エポックメイキングなんじゃないかと思っていて。全くそう思いますね。うん、アメリカではあれファイナンシャルタイムズが作ってて、中国ではとりあえずあれ今アリババとテンセントが作られたんですよね。今日の患者何人、みたいなの。あ、なかったんですか。いやいや、その本当に最初の最初はなかったですよ。なかったっていうか、いや新聞とかが出してるんだけど、まあそれ分かりやすくないじゃないですか。はいはいはい。でスマホで見れてちゃんと更新されて、で政府は政府であのデマを飛ばした人間を捕まえるみたいなことはたくさんやったんだけど、別に彼らはセクシーなインターフェースは作れないわけですよ。うんうんうん、で結果としてテンセントやアリババや、他にもなんかあのなんだっけスマートニュースの中国語みたいな会社が良いものを作って、それをみんなが使ってて、それは良いことだなと思うんですけど、あとそう、それ良いことだなと思うんだけど、日本の場合はどうやらヤフーでもグーグルジャパンでもなくて、そのオープンソースコミュニティが作ったものがすごい良かった。しかも、政治家もあの安倍さんがコメントでちょっと言うぐらい、ああいうのありがたかったっていうぐらい、ヒットしたっていうのはすごくあのなんかエポックメイキングなことだなとは思っています。あ、そうですね、あの、うん、まさにエポックメイキングですよ、うん、もうしかしたらもう二度とないかもしれないくらいすごいことですよね。なんかでも僕そこ結構当てずっぽうではあるんですけど、ああいうのになってくると日本のコミュニティむちゃくちゃ強いので、はい、その、はい、初音ミクだってそうだし同人誌だってそうだし、うん、その好きでやりますみたいな人が集まる話 と、話だと大体どこの国と勝負しても日本の方がすごいみたいなことが多いんですよ、うん、だからそこは普通にビジネスに生かせるんじゃないかなとは思っています。そうですね、なんかそれが本当にいわゆる既存の産業の中にこううまく入り込めていくと非常にいいなとは思うんですけどね、うん、どっちもそれがその一発の打ち上げ花火っぽい感じで見えたりとかするのはちょっと怖いなとかっては思いますけどね。そうですよね、もちろん流行りしたりあるし、来年の今頃は今に比べると例えばあのコードフォージャパンのチャットに人間減ってると思うんですよ、うん、で、なんだろう、どこまで行くかですよね。そう、そうなんですよ。僕、マイナンバーの受付システムとか、絶対、オープンソースコミュニティがやった方がいいと思う。確かにね、確かにそうです。あと、分かんないけど、役所がし、お役所さんが新しい公務員採用するときに、あのコミュニティにいましたっていう人の方が取られやすいとか、そういうふうに なってほしいとは思っています。なんかね、そういう感じ、僕もそういう感じあるんですよ。なんか、評価の一つとしてあって、当然あるべき。よかったら価値観がそうなってほしいですよね。そうそうそう、なんかその価値として認識するような会社なり組織なりに人が多く行くようなことになって初めてこう定着に回っていくんですよね。そうなんですよ、今回の件で言うとそのなんだっけ、元ヤフーの東京の副都知事の人がすごくバリューを出したじゃないですか、はいはい、そうですね。で、あれはできないですね。そう、あれは、コピー可能というか、つまり元ヤフーとか元マイクロソフトみたいな人をなるべく偉いポジションにつけようみたいなことがいろんな公的機関で起こった方がいいはずで。そうですね、うん、そうですね、うんうん、それが元データとか元 NTT データとかだとまずいんですよ。
超コメントしづらい。はい、で、そのインドが、今、インディアスタックっていうすごく面白いというか、ちゃんと効果も出してる ID システムを作ってて、うん、その国民全員に ID を吐くアドハーとか、いいものを作ってるんですけど、あれは、ちゃんと、なんだろう、もともとインフォシスですごい偉かったとか、グーグルでかなり偉いところまで行ったとか、そういう連中たちが要件定義して設計してるんですよ。なんと実装は NEC がやってるんですけど。そんなだからそんなできるんですよ。そう。で、ちゃんと決まっているものをちゃんと決まった通り作るのはできるんですよ、きっと。でも結果としてどう聞いてもマイナンバーより出来がいいんですよ。なるほどね。で、だから、でそれはなんか、そのインフォシスの偉い人だったり、そういう人たちに要件定義やらせたことも偉いし。はいはい、そう、いや、本当そうですね。そっち側ですよね。うん。だその意味で、そこは真似できるポイントだし、世の中もそっち側に行っていくといいなとは思うんですね。うん。うん。確かに。うん。でそこは多分その日経新聞だったり、このコミュニティだったり、あとなんかその経産省の周りだったりでやれることまだまだたくさんあるはずで。はいはい、はい、本当そう思います。ありがとうございます。はい。次。あ、そうそう、これ最後かな。もう一個あるかな。今回この新型コロナウイルス感染症の話で、まあ、やったらできたとかできちゃったみたいな体験を結構日本で多くの人がしたじゃないですか。でこれってハードウェアハッカーに書いてあるような根底にある文脈に近いなと思っていて、もっとあの本読まれるべきじゃないと思ったんですよ。あの世界じゃないみたいな。心をそこからそう思うんだけど、なんで売れないんでしょうね、あれで。いや、本当にね、それはね、はい、本当にね、それはね、あれ前、そうです、聞いてる皆さんに、以前、僕と高須さんで対談をしたことがあって、その時に、ハードウェアハッカーが、雲仙部しか売れてなくて、高須さんが年を取って70くらいまでの間に、1万5000から2万だから、売れればいい、よくて、はい、日本には多分そのくらいが限界だろうみたいなことをおっしゃってらっしゃったんですね。でも今回のこれを見るともっといけんじゃないかみたいな気がしたんですよ。売れてほしいですけどね。絶対なんか、ま、みんなやってみたら結構受け入れたじゃないですか、世の中、日本の社会自体は。すごい大きい括りで言うと似たようなことをやってる箕輪さんの本は売れるのに、なんでハードウェアハッカー売れないんだろう。そういうことか。そこか、なるほど。リスクを取ろうとかチャレンジしようとか。まあ確かに確かに確かにそうですね、うん、なんで、うん、なんかそう聞いてる人方の中でまだ買ってない方がいらっしゃったら、ぜひぜひ買ってくださいと。いや、なんかなんかその、例えば、すごいいい本で、ゼロから作るディープラーニングっていうシリーズあるんですよ。めちゃめちゃいい本なんですよ。はいはい、で、その著者である斉藤さん、チームラボ時代の同僚ではあるんですけど、が、うん、この間、Facebook に自分で書いたところを聞くと、なんかシリーズ3冊合計で25万部売れたって書いてあって。いや、あれは別にかそのさらに3倍ぐらい売れてもいいと思ってるし、3倍売れた方が日本が良くなると思うんだけど、でもそれ聞くとなんか2万部ぐらい売れてもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。いや、ゼロから作るディープランニング、本当に本当にいい本なので、みんな読んだ方がいいと思います。はい、でもあれ、あれ3つ25万部売れるんだみたいな。ちょっとあれ、そう、僕もあまりに売れて読んでるが少なすぎるなって、あの時にすごい思ったので、ちょっと言ってみました。そう、山口さんが翻訳してピケティ本なんか売れてますからね。ねえ。ピケティ本なんか売れる人っすね。よっぽどプラクティカルで実用書に近くて、新しい価値観を話してるような気がするんですけどね。はい。まあいいかな。まあ、それでそうですね。ただあれ、まあでも、むちゃくちゃ売れるような本だったら、なんだろう、翻訳実績全くない僕が、まあ、でもあれはだから未来の方が売れてほしいですけどね。うん、そうですよね。いやいや、本当そうですよ。売れるような社会になってくれないと困るなっていう感じです。
じゃあ次、こう僕からの最後ですよね。あ、そう、今日話聞いてて思、ふと自己紹介のところ見てて思ったんですけど、はい、この世界って今、すごい雑に書いてますけど、こうメーカームーブメント的なものとか、その、例えば、なんだろうな、こう、在野の研究者みたいな話とか、はい、そういうのってあるじゃないですか。およそそういうのって、僕らが若い時にはそんなのが世の中にあるなんて想像もしなかったと思うんですけど、うん、どっかの時点から気づき始めて、ずるずるって気づいてたんですよね、きっと。何がきっかけでした、さっきのグラフとかでいうところに。いや、やっぱ2018年の、でも2008年のメイク東京ミーティング第2回ですよね。あれがすごい面白かったから、今も、あれがすごい面白くて、あの後もいっぱいイベント行ってて、うん、で、その頃、僕やっぱ他にもいろんなイベント行ってるわけですよ。そのなんか、その時急に使い、なんとなくみんな使い始めたツイッターを盛り上げようみたいなイベント行ったりとか、うん、で、それは主催したこともあるし、あとテキストマイニングあの時ハマってて、なるほど。テキストマイニングイベントで登壇したりとかもしてて、で、その中で、なんか、わーってみ、あのなんか、楽しめる人たちが増えてきたものが今でも残ってるみたいな。なるほど、なるほど。もう一個は、2014年から僕はシンガポールに引っ越して、その後は深圳にいるんだけど、その、メーカームーブメントの話は外国でもそれなりに通じて、はいはいはい、もちろんテキストマイニングの話とかも通じるんだけど、うん、外国のテキストマイニング事例って、シンガポールと日本あんま変わんないんですよね。日本は日本語で携帯素解析があるとかちょっと違うは違うんだけど、そういうなんか純粋な、技術の話ってあんまりその外国だから面白いみたいなのないわけですよ。はいはいはい、ああそう、なるほど。で、メイクは、そうか、そうじゃないと国際学会とかつらいじゃないですか。そう、確かに。確かに。逆に数学とか技術が何が素晴らしいって世界のどこでやっても同じ結果が出るから素晴らしいだと思うんだけど、だから人類全体のレベルが上がるんだけど、それに比べると文化的なものっていうのは通じる範囲がある程度縛られるんだけど、うんうん、メイクはどっちでもあるから。そうですね、うん、それもあってその外国行った時にそのメイクの趣味が一番なんかくっついてきたみたいなのありますよね。なるほど、うん、例えばなるほどね。そういうのか。例えばなんか、僕多分、ね、2013年とかだとメーカーフェア行ってる時間よりもサッカー行ってる時間、サッカーチーム見てる時間の方が多かったと思うんですけど、12年、13年とか、あの、浦和レッズが一番唯一成績が良かった時で、あの、本当に毎週末行ってたんですけど、なんだろ、シンガポール来て、じゃあシンガポールのサッカーチームの試合見に行くかっていうと、まあ、あんまそういう気になんないですよ。シンガポールのサッカーチームは全然強くないし、行ってもお客さんいないし、もちろん知ってる選手も、一応行ってる、知ってる選手もいないし。でそれに比べると、あともう一個は、日本でメーカーフェア、メーカーフェアって、日本だとオライリージャパンが、運営していて、で、基本的にはオライリージャパンのものなんですよ。で、シンガポールだと、僕はサイエンスセンターシンガポールにボランティアで、よく出しをしている間に、運営メングループにがっつり入って、で、ガバメントシンガポールドットSG のサイトにメーカーフェア2016チームとかだと上から3番目に載ってるんですよ。で、ガチガチの当事者なのです。で、それをやらせて、うん、で、それは、なんだろう、よりなんか頑張んなきゃみたいな感じも強くなるし、うん、その、なんて言うんだろう。まあ、面白いっていうと語弊があるな。なんか、頑張りがいはありますよね。考えなきゃいけないことも多いし、逆にベネフィットっていうか、うん、こんなこともやらせてもらえるの、あんなこともやらせてもらえるのみたいなことも多いし。そうですね。例えば、丸々一日分の中で半日丸々使うセッションを、自分が司会やって登壇者も僕が集めてみたいなことができたりとか。ああ、いいな。うん。なるほど。で、それは、その時例えば僕、現地で友達増やしたいなとか、その、英語の練習したいなみたいな時に、すごく役立つわけじゃないですか。はい、そうですね。うんうん、例えば、シンガポールに行かなかったら、ここまではやってないかもしれないって感じですか？全然だと思います。なるほど。もう、深圳もそうですよね。なんか、そうですね、きっとね。うん。うん、それはそうですね、深圳なんてものにそうですよ、きっと。うん。
そう、多分その今で言うと例えば講演とかだと多分新さんの話をしてくれる方がメーカーの話をしてくれる多分数が多いはずなんですよ。ああはい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 、うん、ああなるほど。まだそうですか、うん、まあだって相変わらず面白いですしね、町として、うん、町として相変わらず面白いし、そのなんだろう、ハードやスタートアップの話をするでも、もう中国だとちょっとやっぱ製造業の厚みが違いすぎて事情がちょっと違うので、うん、それはそれで面白いんですよ。うんうん、なるほど、そうか。だからその意味ではなんかメーカーの話と新車の話ってあんま綺麗に分かれるかというとそうでもなく、そうでもなくて、うんうん、まあでもリクエストとしては、まあ、新車の話してくれるんですよね、きっとね。そうです、僕も全然その話嫌いじゃないですね。うんうん、そうです、うん、はい。じゃあちょっと続きを、でここからはあの事前に皆さんからいただいた質問の中でやっていこうと思います。はい、これからメーカーを目指そうという人に対して何かアドバイスがあると嬉しいです。でもメーカーフェア来るのがいいですよね。そうですね、参加するだけじゃなくて電車が待ったりするといいですよね。あ、でもそうだけど、まあ、でも大体誰に聞いてもその、なんかそこは本当にあのロックバンドとかと漫画、なんかその同人誌とかと同じだと思っていて、大体は見に来るところがスタートで、うん、まあ、見に来るところ、そうそうそう、見に来るところがスタートで、好きになりすぎると真似するようになって、うん、で真似がある程度一段落すると自分で作り始めるみたいなのは、多分どの趣味でもあんま変わらない気がするんですよね。そうですね、はい。うん、メーカーフェアで言ったら、この前ゴールデンウィークだとメーカーフェア京都がオンラインでやって、みんなハッシュタグをつけて、はい、やりましたね。ツイッター上でやったのがものすごくエモーショナルだなと思って、うん、ちょっと感動しましたもん。そうですよね、あれ良かったですよね。あれ良かったですね。これでできるんだったらこれでいいじゃんみたいな気もちょっとしちゃいましたし、なんか今だとああいうメカフェア京都の時にあったようなああいう作品を見て回るみたいなこととか、そこに作ったりでメンションを送るとか、そういうとこからやっていくだけでも全然違いますよね。うん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 、あれ良かったなと思いましたね。はい、じゃあ次です。はい、それで言うと、そうですよね、はい、もう一個はその企業の新規事業開発とかもそうなんですけど、なるべくいきなり仕事にしない方がいいんですよね。いきなり仕事にするとか、うん、いきなり人に見せるとか、うん、なんか身近なところでもよく見るパターンだけど、その新規事業担当とかになった人がイベント行ったことないのにいきなり主催とかし始めるんですよね。まあうまくいかないに決まったじゃないですか。なんであれやろうとするんですかね。まあいいけど。いや、まあそれはやり方が分かんないからそうだと思うんだけど、で僕も全然やり方が分かんないことをやろうとすると大体ろくでもないことをするけど、はいはいはい。まあまあそうですね、多いですね、そういうことやる人ね。はい、で、はい、で次もワンステップ上って感じですね。作ってますと、植えてほしいですと。これが同人ハードウェアフェスとか同人ハードウェアミートアップあたりの悩ましさですかね。まあ、そうですよね。布教活動ですよね。そうなんですよ。やんなきゃいけないことがいっぱいありすぎる感じですね。布教活動、面白いと思うまでの間に結構なんていうの、助走みたいなのいりますからね。そうなんですよ。そう、だからそれはなんか、だからその新鮮の、まあ、それでやっぱ、中国人やっぱその辺結構偉い、中国人というか深圳のエリック・パンは偉くてシードスタジオ偉くて、そのプロトタイプまでは全体の3分の1ですと、no. うん、もう3分の1はプロデュースですと、はいはいはい、でプロデュースとは何かというと、物見る前からそのなんていうの、唾つけてみるんですか。いや、なんていうんだろう、物見る前からこれ欲しいって思わせることがプロデュースで、例えば最近で言うと、そのだからなんだろう、イベント作りやるにしても、なんかもう OGP 画像しかみんな見ないじゃないですか。あの OGP 画像の時点でなんだか分かって、何これ面白そうって思わないと、そもそも土俵に乗れないと。そう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 、なるほど。で
でもそれはプロデュースの意味で正しいと思うんですよね。うん、企画、そうですね、その作り込みじゃない部分の企画ってそうじゃないですか。はいはいはい。だから、はい、うん、でだから企画3分の1である、プロトタイプ3分の1である、で最後の3分の1はプロモーションで、そのなんだろう、イベントやるとなんかこれやるとうざいなと思われながらも、一応毎晩、このイベントをやりますってつぶやいたりするわけじゃないですか。まあ大事ですよ。まあ大事です。で、あれは、ボットにやらせるとやっぱ結構辛くて、うん、とか、あと、うん、誰かバイト君とかに任せるとこれは結構辛くて、辛いですね。その、うん、何がどう面白いか分かってる人間がそのタイミングでつぶやかないと辛くて。そうなんですよ。うん、みたいな意味で、広めるのは広めるので、始めると面白いはずなので、なんか、面白くなると良いですよね。結構、その、なんだろう、広める活動、なんかなんだろう、面白いと思うまで結構大変ですよね。その、俺も、なんかなんだろう、なんだろう、まあ、ちょっと僕がやる、まあ、僕、それがあんまり得意じゃないからやってるイベントは、無料イベントが多いんですけど、たまに、その、自分にプレッシャーを与えるために有料イベントやったときに、はいはいはい、やっぱ、その、なんだろう、それっぽい話題が出たときにリプライ飛ばしてこれ来ませんかとか言うのやっぱ結構辛いので。はいはいはい。わ、うん、かります、わかります。はい、そうですね。で、明らかに多分何パーセントかは人迷惑なこともやってるはずで。うん。うん、で、そこはなんか、なんだろう。その、なるべく人迷惑は減らし、かつ知りたいと思った人間にはちゃんと知らせるみたいなことの中で正解はないんだけど、そこも、なんか、精進して頑張るしかないですよね。そうですよね。うん。大体それで、有料イベントやって終わった後に、ツイッターで、こんなのやったろみたいなこと、後から知って、みたいな。はいはいはい、はい。なんだこいつみたいな。あります、ね。そうそうそう。ただ、ハードウェア売るも結構それに近いという近い話だと思われるので、うんうんうん。そう。プロデュース大変ですよね。で、一応、うん、なるべくだったら、僕のものが売れるから他の人のものが売れないみたいな世界じゃない方がいいと思うし、僕自身もそっち側の世界観の方がいいと思ってるので、じゃあイベントを開こうみたいな方向に行ってる気がします。なるほど、まあそうですね、そうですね。同人ハードウェアフェスとかは、1たす1が1より増えるはずだと思うんですよ。うんうんうん、そういうことをなるべくやっていきたいなとは思っています。うん、はいはい、うん、そうですね。それはなんか世の中全体としてちょっと変わってますよね。世の中変わったと思っていて、はい、昔の投資家ってどこに投資してるとか、絶対言わなかったじゃないですか。そうです。うん。はい、なんだけど、今、Y コンビネーターって、スタートアップする方法とか、はい、Y コンビネーターの評価基準とか、今、YouTube で大学やってるじゃないですか、ね、ある人たち。あんなのをオープンにして、するってすごい世の中ですよねっていう、うん。そう。あれはあれで別に、なんだろう。でもなんか、出版社が漫画の書き方講座やるのと変わんねえちゃ変わんない話じゃないですか。あ、まあそうですよね、そうですよね、うんうん、新人賞も自分たちで彼らプロデュースするわけじゃないですか、うん、でコミケのスポンサーとかになるわけじゃないですか。だからそこは多分別にあれはあれで昔からあるビジネスの一つだとは思われるので、それで言うとその同人ハードウェアの世界もなんかなんだろう、なるだけ、いい感じで囲ったら勝ちとかそういう風にしたくないなとは思っています、うん、はい、うん、そうですよね。ただ、あまりにそのプレイヤーが少なすぎると、結果的に囲っているように見られがちではありますよね。そうでもないんじゃないですか。そうですか。例えば、スイッチのマーケットプレイスに出たもん勝ちみたいな、例えばですよ。はいはいはい。いや、でもあれ、もういるかもしれないですよね。でもあれ、物が良ければ全部出れるじゃないですか。そうなんですよ。うん、そこで別になんか囲い込んでるわけでも、ね、必要ないですしね。で、なるべくわかんない、ちょっとそれどっちが正しいのか僕もよくわかんないんですけど、基本的にはそのお前の売り上げが増えたから俺の売り上げが減ったみたいな方向に行かない方がいいと思ってるんですよね、うん、まあそれはそうです、その面白いところですね、うん、で、さっきの言ってた3分の1ずつの話あるじゃないですか。はい、プロトタイプ、プロデュース、プロモーション、はい、はい、作りたいものを初期衝動の通りに作る人って結構他の2つってやれそんなに関心なくないかったりしますかね、しますよね。ちょっとあると思うんですけど、でもプロトタイプ、プロデュース、プロモーションのどれもすごいちっちゃいことの繰り返しじゃないですか。はいはいはい。例えば、僕、深圳とシンガポールで言うと、どっちも同じぐらい好きだし、どっちも同じ話したいんですよ。うん。なんだけど、
世間の受け方みたいな部分で深圳の割合の方がシンガポール明らかに多くて、なるほど、例えば例えば、うん、例えば、あとあのオープンソースの話だけど、昔からしたくてしょうがなかったんだけど、うんうん、最近僕多分ね、3月の真ん中辺ぐらいから今ぐらいまで、毎週書いてる日経の原稿はほとんどオープンソースの話なんだけど、はい、これはむちゃくちゃやりたかったんだけど、それまでは全然乗んなくて、うん、で今回の COVID-19 で Code for Japan 他が大活躍したからすごいたくさん乗ってて、なるほど、で逆に昔は全然、昔はそういう記事を書いてくれって言ってた中国でこんな面白いハードウェアがみたいなことが、はい、ちょっと今それいらないかなって言われてて、あーなるほど、うん、どっちも好きな話ではあるんですよもちろん、うんうん、どっちももちろん好きな話ではあって、ただなんかだからそういう意味では、本当はもちろんやりたい放題やった上で売り上げが最大化すると一番いいんだけど、うん、まあそんな人はあんまりいないので、はい、うん、それこそなんだろう、マイケル・ジャクソンでさえ、俺今日もまたスリラーやるのみたいな思いは絶対してたはずで、例えば今俺の興味そこじゃないんだけどみたいな、なんかローリングストーンズとかもっと大変なはずで、そうですよ、ローリングストーンズ大変ですよ、もうずっとですもんね、そう世界中の、ちょっともうなんか80とかに、70とかになってまだ満足できないと歌わなきゃいけないのみたいな、なんかもう満足なんだけどみたいなそうみたいなのはあると思われるので、でもそれはでもなんか、100% じゃあそれがつまんないかというとあんまそうでもないと思っていて、例えば今日のミーティング、今日のこの会議とかでそのすごい興味あるけどみんなが全然興味なさそうな話を今僕がしたいかっていうと、まああんまそうでもないかなと、まあ、そうです、できればツイッターのリプライが増えたら嬉しいし、そう質問されてなんかなんだろう話が噛み合った方が嬉しいし、うんうんだから、この瞬間にしたい話が全然別にあったかもしれないけど、じゃあそれ無理やり今するかっていうとあんまそうでもない気がするんですよ。うん、はいはい。わかりました、わかりました。そうですね、うん。はい。はい、ありがとうございます。じゃあそのあと次の話で。なんかこれがどう、この質問自体がどう思いますって話からもあるんですけど、IoT になる、いわゆる IoT が B2C 市場で盛り上がりが今一つ欠けている。あ、これは多分僕と大川さん的にライフワークにしなければいけないし、今日クエスチョンの中で一番グッときたクエスチョンだと思うんですけどですね、うん、まあなんでかっていうとインターネットがまだだからですよね、うん、うん、インターネットがまだだからインターネットオブシングスがやっぱりまだみたいな、そうですね、うん、で今の話だとちょっと飛ばしすぎたのでもう一回細かい話、いや、はいはいはい、そうですね、はい、分かりやすい話から説明すると、中国でなんかなんだろう、流通業を IoT でデジタルトランスフォーメーションみたいなことやってる会社あるんですよ。で、そういう会社何やってるかっていうと、複数の流通業をアグリゲーションして、で、トラックのうんちゃん自身の仕事はあんまり変わってないんだけど、そこへのマネジメントが別の会社で最適化されるとか、つまり、系列とかあんまり関係ない、その時空いてる人が空いてることをやるみたいな、ベストエフォートのサービスを組み合わせた結果、もともとあんまり役に立ってなかった中国の中の全部オーガナイズするサービスをきれいに簡単に超えたみたいなビジネスが今中国にはいっぱい出てきていて、それは中国の銀行も、中国の銀行って昔から国民の2割ぐらいにしてお金貸さなかったんですよ。残りの8割を予信する能力がないし、中国でも銀行を詰めてる人それなりに給料高いので、そういったのが給料をちゃんともらってると、国民の8割の貧乏人の相手はできないみたいな、状態が続いていた中で、アリババは、いやそういう余震とかは機械にやらせるからっていうことで、個人事業主だったら誰でも運転資金貸しますしみたいな、リスクとかも身売りしますみたいな、しかも、外人は無理だけど中国の普通の人はアリババの債権買えるんですよ。アリババの中で債権作ってて、はい、アリババが個人事業主に貸したお金が債権に変わってて、その余額場を買えるみたいな、でそれはもともとあった銀行とは全然違うサービスを、かつ、アリババのサービス以外の会社とも連携して、要はちゃんとインターネットでお金を回しましたみたいなことをやったわけですよ、うん、インターネットを使ってお金を回す、インターネットを使って荷物を運ぶみたいなことをやれてて、それは IoT も伸びますよもちろん。 そうですね、そこで言う IoT はお金払ったら、お金払いましたって大声で言うとか、そういうニュースピーカーとか、そういうすごい素朴なビジネスがあるんだけど、はい、それは行きますと、はい、で、10年前は PHS を持っていた荷物を運ぶ人が
今は 5G 回線になりましたっていうのは全然 IoT ではないので、はい、専用線ではなくなりました万歳みたいな、なんか TCP/IP になりましたみたいな、はい、そうかもしれないけど、それはインターネットではなくて、そうなんですよね。そう、そう。なんかそう、前も話した時もその話でかなりしたけど、もうすでにインターネットではない世界ですごい手の届く、背中に手が届くようなところまで細かくいろんなことができている社会だと、なかなかそれをわざわざインターネット上でデジタルで表現してそっちに持っていこうっていうモチベーションがそんなに上がらないんですよね、きっとね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。何もないところの方が行きやすいだろうなって思ったりもするんですけどね。それはそうだと思います。それはそうだと思います。あのそれはあの盛り上げ、もう言い訳しか過ぎないわけですけども、いや、でも、少なくとも例えば中国政府は、かなり最近まで思いっきり、中国銀行と銀聯ネットワークをすごい贔屓して、はいはいはい、アリババに対しては全く贔屓してなかったので、はいはいはい、むしろ潰れろぐらいのことを言ってきたので、そうなんだよな。そう、そうなんだよな。そこはそうで、中国郵政も、中国郵政の方が贔屓されてて、うん、その春報とかそのアリババの下のチャイニャオとかは逆贔屓をされ、はいはい、政府からいじめられていたので、うん、中国でさえ国営企業に対するエコ贔屓をすごいしてたんだけど、それでもベンチャー組の方が勝ってるので、うん、そういう風になってほしいとは思うんですけどね。まあ分かんない、日本であれかもしれないけど、楽天のポイントで給付金決まるとかにしたら怒る人今日でそうだけど、そうですね。なんですかね、そうなんですよね、うん、適任なプレイヤーがビッグプレイヤーがいないからなのか、どうでしょうね。ちょっと正直よく、うん、正直、そこはまだ分かんないポイントだとは思います。ただ、その、あれですよね、楽天がキャリアに出てきたことはすごいいいことだと思うし、うん、デジタルトランスフォーメーションってカタカナで検索すると英語でトランス検索するので、だいぶ結果が違うんですよ。うん、はい。例えば、そのなんかホテルチェーンが潰れて、Airbnb になったみたいなのが英語で検索すると出てくるデジタルトランスフォーメーションで。フロントにタブレット置いたみたいなのが日本語のデジタルトランスフォーメーションで、そこはなんか、なんかその、まあ、大川さんとか僕とかが頑張るポイントなのかなとは思ってます。そうですね、早くそうなってほしいなっていう、はい、フロントにタブレット置くかどうかはまあ、内容を寄りた方がいいんだけど、そんな大事でもない、うん、まあ、それは置かないより置いた方がいいでしょうけどっていう、うん、そのスイカか QR かとかの話に結構似てる気がしてて、はいはいはい、その スイカか QR かみたいな話って、なんかなんていうの、いい、そうですね、そのモデムか ISDN かみたいな話じゃないですか、はい、はい、どっちでもいいじゃないですか、はい、どっちでもいいです、うん、いやもちろんなんか早い方がいいとは思うんだけど、もちろん早い方がいいと思うんだけど、そこでもそこの話をするより、インターネットが作るサービスの方が明らかに大事じゃないですか。そう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 、そういうことです、そういうことです、うん、そうです、そこじゃないっていうところですよね。そうそう、なんか前話したときに さっき言ったテンセントでしたっけの配下にいるサプライチェーンの会社、さっきもちらっとおっしゃった、なんかルーハンかな、休暇休車システムみたいなやつ、何システム、休暇システム、荷物を探しに行って、あ、チャイナを、アリババの下のアントファイナンシャルの下の、はい、に、あ、はいはい、そうです、そうです、あそこも結局、高橋さんが現場のオペレーションってそんなにエクセレントじゃないですよね。そうですね、チャイニャオの集荷センターは、まあなんか潰れた車庫みたいなとこばっかりですね。潰れた車庫みたいなところに、今日届いた荷物、昨日届いた荷物みたいに、日ごとに山が、なんか段ボール のぐるぐる巻きの山ができてて。そう、あれが、そこのは全然エレガントじゃないんだけど、でも来るんですよ。で、それはインターネットだから来るんですよね。来るんです。荷物がインターネットに乗っていれば来るわけですよね。そう、その間を、うん、よくわからない会社が4社ぐらいこう荷物をパスハンドオーバーしながら持ってくるんだけど、来るんです。で、そうなんですよ。じゃあそこで綺麗な、じゃあすごい立体倉庫みたいな自動倉庫がいるかみたいな話から入っちゃう DX の人っているわけですかね。そうですね、もちろんその、チャイナは今 R&D すごいしてて、荷物運ぶロボットとかすごい作ってるし、最近なんかツイッターでバズったのだと、
なんだっけ、あの、外骨格にモーターつけて、外でウィンウィン走るみたいなのとかやってるけど、じゃやってるけど、でもそれ、なんか、それはあくまで R&D ですからね。はいはい、実際はその、北京から深センまでの1000キロちょっとを2日ぐらいで届くようにしちゃったのがすごい。すごいですね。本当。その間で荷物をちゃんとハンドオーバーできるようにしたのがすごい。うん、ね、なんかすげえ話だなって思いました。はい。じゃあ次に行きます。はいはいはい、次。まあ高さが見て国内で熱いムーブメントを巻き起こしている人とか集団で何がありますか。最近だとその理工の中のスタートアップ、理工アクセラレーターだったり、そのソニーの、サップでしたっけ、だったり、なんか、はい、SAP ですね、はい、はい、そういうなんか企業内メーカースペースみたいなの元気良さそうですよね。やっと来たみたいな感じしますよね。で、そことはまた別に、なんだろう、そことはまた別に、直接の基金が例えばそのペーパーボーイ&カンパニーにこうに生瀬さんっていう人がいるんですけど、はい、その生瀬さんは4年前か5年前ぐらいから一緒に外国のメーカーフェア行くようになったんですけど、うん、今社内でメイクチーム作って社内でメーカースペース作ってなんかその、うん、社内メーカーフェアとかやってるんですよ。うーん、そういうのすごいですよね。うん、なんか会社単位でそういうのやるのちょっと日本っぽい気もするし。そうなんですよ。いやそうなんですよ、うん、それがどっちどうなんだろうっていう気も、まあ、したりもするんですけどね。ペパパだったらまあいいですけどね、うん、あとはあのなんだろう、世界中のメーカーフェアにパレードっていう文化を一人で持ち込もうとしているあのクリエイトクロックさんっていうメーカーがいて、はい、あの東京メーカーフェア行くといるあの骸骨の後ろを青い人が歩いてる、はい、そういると思うんですけど、あの人が行ったメーカーフェアで必ずパレードをあの人が主催してやるんですよ。なるほど周りの人間に声かけて、でそこそこ受けてるし、上海では正式プログラムに入って来年もやるぞっていうことをこう言い出していて、なるほど、うん、で全国格があれなんですね、オーガナイザーなんですね。そうですそうです、で、まあ、前の人が、うん、アメリカでメーカーフェアまたやるようになるか分かんないけど、やり始めたらパレード普通になんか入りそうな気がしてて、プログラムに、うん、それはすごいですよね。そうですね、うん、なんかあとじゃあ国内だと、まあ、IoT、LT とか同時ハードエンディタップとかに来てくださいっていう感じです。はい、そこよりね、同時ハードエンディタップはね、あと僕自身がそんなに技術の細かいところにすごい詳しいわけじゃないから、うん、そうじゃない人を拾えてないみたいなのはあると思います。うん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 、要はそのイベントやったとかパレードやったみたいなのは僕から見て見えやすいんですよ。うんうん、で逆にそのなんかなんだろう、開発者の間ですげえウィキを作ったとかは、はいはい、私自身はそこまで見えやすいわけではなくて、うん、あとそもそもすごいボード作ったとか、はいはい、そうです、そういうのを発表する場がこう日本の、まあ、オフラインコミュニティのイベントとかで、まあ、ちょいちょい出たりはしてるんで、まあ、そうです。で単純に俺がその辺知らなすぎるだけだと思われるので、それで言うと例えばその M5 スタックは本当にブームになってるんだけど、あれはものすごいたくさんの立役者がいるんだろうとは思っています。はい、そうですね、今日もあの参加してもらっている和美さんと、うん、はい、イチローさんが同時ハードエンディタップの主催であられるんで、はいはい、その人たちのやっていることとか見るといいかなと思いますというところですね。ですね。あとはじゃあこれそう最後、これ最後の質問、ちょっと時間がオーバーしちゃってるんですけど、最後の質問だったんですけど、結構難しい質問で、難しくもないですけどね、野尻先生とかですかね。野尻先生って SF 作家なんですけど、うん、多分この5年ぐらい新作は書いてないはずなんですよ。ただあの人、親から相続したちょっと小さい畑がついてる家に住んでてで、趣味が狩猟なんですよね。う
なるほど。はい、で、狩猟にハマった理由がすごい面白くて、その前は、はい、メイク東京ミーティングのメーカーフェアでは本当に常連で、うんうん、ただ、しばらく見てる間に、全部要はアルディーノに何かつけたやつみたいな話をしてて、はいはい、メイクってもっと根本的にやるべきだろうみたいなことを言い出して、それで、パチンコで、鳥を取って食べるみたいなことを始めて。ああ、強いな。すごいですよね。一人バーニングマンみたいな人ですよね。なんだろうな、この人の質問の前段には、私は今その分業でやってるような、いわゆる製造業で働いてますみたいな書いてあったんですよ。ああ、ごめんなさい。それで言うと、そうそう、それで言うと、そうだ、浜の製作所の事例とか学ぶところすごく多いですね。まあ、そう、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。リアルに言うとその辺だと。で、今度、今日聞いてる皆さんにもお伝えしていますけど、まあ、これから先、もしいろいろな条件が揃えば、また日本に高さに来ていただいたタイミングで、また当たる、ね、そういう浜の製作所、日本の中小製造業の人たちと一緒にちょっとこういうイベントができたらいいなということです。あ、もちろんです、もちろんです。ちょっと本当は3月にやりようと言ったんですけど、流れちゃって、残念ながら流れちゃったんで、ぜひそれは、日本の中小製造業とこの日本のメーカームーブメントをつなげたいなっていうことはずっと思っているので、そこでその辺のやつは。そうですね、それだから難しいのが、その、請負いして開発するみたいなのが、日本からどんどん仕事をしてなくなりつつあるので。はいはいはい。そうです。そうなんですよ。みんな試作品の1本もしか作らなくなったら、別にメーカー側も感じないみたいなことも。のもあるし、あとアメリカにもそういう仕事だいぶないじゃないですか。そうですね、うん、日本でもなくなりつつあると思うので、はい、そうすると、はい、値段を自分で決められるみたいな方向の仕事に何かしとかしていかないと辛そうですよね。おっしゃる通りです。辛い、やむにやまれずそっちに飾ろうえない感じだと思います、正直言うと。で、その中で多分聞いてる人の9割知らないかもしれないけど、すごい私がグッときた話をすると、今日日経ビジネスに、記事で公開したんですけど、絹屋さんでしたよ。そう、鶴岡の絹産業すごいんですよ、うん、何がどうすごいのかというと、そう、ちょっと僕話聞いてちょっと価値観が変わったんですけど、3月に僕鶴岡行った時に、現地で絹の、お仕事をしている大和さんという人にそのお話を聞かせていただいたんですけど、でその後いろいろ調べたりしたんですけど、日本って1920年代ぐらいが絹産業のピークで、つまり100年前が絹産業のピークで、うん、今その時に比べると 2% ぐらい、 0.2% か、ぐらいしか産業残ってないんですよ、うん、で絹産業ってお蚕様ってやっぱり機械で世話ができないので、ものすごい労働集約型産業で、今現在は圧倒的にチャイナ、しかもチャイナでさえ辛くて、ミャンマーとかに今移転しつつあるみたいな、労働集約の最たるものではあるんですけど、鶴岡はまだ未だにお蚕様を育てて、うん、で、繭玉を作って、繭玉を糸にして、糸を布にして、布を服にするっていう絹産業サプライチェーンが全部残ってる世界で唯一の、ま、世界でいいかわかんないけど、その日本では間違いなく唯一の場所なんですよ。はいはい、で、そこ、なんでそれが残ってるかっていうと、その絹畑を作ったのが、鶴岡の庄内藩って戊辰戦争じゃなくて、明治維新かの時の賊軍負け組だったので、はい、お侍さんがそのまま日本政府の役員人にはなれなくて、うん、で荒れ地を開墾する仕事をしたんですよ、お侍さんたちの間が。世の中にとっていいことをしようと、で荒れ地を開墾して絹畑に変えたんですけど、でその荒れ地を開墾して絹畑に変えるっていうことをやった、鶴岡のお侍さんたちは、そのまんま、その絹畑の部分を共同統治していて、うんうん、で、いまだに鶴岡シルク協会の、会長って、酒井なんとかさんっていう徳川四天王酒井さんがまだやってるんですよ。18代かなんかで。で、なんで絹の仕事してるのって言ったときに、100% 儲かんないんだけど、絹の仕事なんでやってるかっていうと、要は親がやってるし、殿様がいまだにいるし。なるほどね。うん、で
ただそのまんまだと当然世の中からなくなるはずなんですよ。そうやってなくなった伝統文化がいくらでもあるんだけど、はい、今鶴岡でシルクやってる人は、インターネットの時代になったことでそこを逆算させて、そのフルサプライチェーンが手元にあるから、うん、今地元の高専がお蚕様をロボットで飼うみたいな仕事を始めあのいうような研究を始めた時に全然協力できるし、なるほど。で、あとスパイダーっていう、蜘蛛の糸を人工的に作るみたいなことをやってる面白いベンチャーが、慶応からの組が、慶応の研究センターが鶴岡にあるんでやってるんですけど、そこって糸をビジネスにする事業はできないんですよ。あくまで素材の会社だから。そこに対して、いやもう糸の商売すごいしてるから、手伝いますみたいなことをやってて。で、さらに、それぐらい、で、あと鶴岡で唯一 100% メイドインジャパン機能を作ってるので、その日本のトップデザイナーとコラボしてすごい高いものを作るみたいなことをやってて、うん、なるほど、そうですね。でしかも絹って一応まだ、日本だと、先々週ぐらいにあの、皇居でお蚕様を、はい、陛下が何かするみたいなイベントありましたよね、はいはい、日本の天皇家は、農業の神様なので、新嘗祭と同じぐらい大事なイベントとしてお蚕様なんとかするみたいなのがあって、でも、公表はできないんだけど皇居の中でのサプライされるものだけだと国事に使うもの全部は足りないんですよ。まあそうでしょうね。まあそうでしょうね。うん、でそういう時に 100% メイドインジャパンの主力って鶴岡にしかないんですよ。そうですね。うん、みたいな部分で公表はできないんだけど、オリンピック招致の時に小池百合子さんがあの巻いてる絹の緑色のスカートはどこ製ですかとかそういうポイントで、はい、すごいお値段でも要は売れると。うん、で。そのすごい俺なんでも売れるっていうところに対して世界のトップデザイナーもそんな高い素材あるんですかみたいな、じゃあその素材でうちが何かものを作ればそれはさらに10倍の値段で売れるみたいな意味で世界トップブランドとコラボみたいなことを始めていて、でつまり明らかに非合理的で明らかに非合理的で非市場的なことをやった結果逆に金が入ってきそうな風になっていると。でこれはすごいヒントがあると思うんですよね。うん。うん。すごいヒントがあると思うんですよ。そうなんですよ。うん。例えばその、ちょっと記事でも書いたけど、フランスのこの地方で取れたものだけをシャンパンって言いますとか、非合理的にもいいとこじゃないですか。はい。はいはい、明らかに泡が出るワインでもっとうまいものいくらでもあると思うんだけど、安くて。なんだけど、そうじゃないですと。とにかくこのエリアで取れたからシャンパンなんですみたいな。で、それに対してそれに乗っかるから、より高いお値段出す人っていくらでもいるわけ、いくらでもないかもしれないけど、まあまあいるわけじゃないですか。うんうん。うん。で、同じようなことが、で、そこは中国がいまだに来れないはずなんですよ。そうですね。うん。あと、そう、僕、実は大学時代に、都市経済学と地域経済学やってて、はい。で、そういう地場産業とかのやつやったんですよ。ゼミとか。で、はい、ドイツって、はい地域ごとにすごく基礎的な技術が全然違うんですよ。例えば、金属の種類によってどこの地域で削れる、削れないとか結構はっきりしてて、はい、ですけど、はい、日本はその戦前はもちろん、例えば今で言うとその鶴岡以外にも鯖江の人格みたいな話とか、まあ、あるわけなんですけども、その太平洋ベルト地域はことごとくその下請けに回っていって、その自分のところの近くにある大工場の受けるような加工をとにかくこう総合的にやるみたいな工場がボコボコ出てきてしまった結果、その地域ごとの特性みたいなのがなくなっていって、で今に至っているんで、あれは結構太平洋ベルトの外にあるような製造業のところだと結構成り立つんですけど、一番その瀬戸内海沿いとか名古屋、愛知県とか結構いやありそうであんまり結構難しいなっていうのを思ったりしましたね。そうですね。そこはどこにでもあるわけじゃないんだけど、どこにでもあるわけじゃないものの方が価値がある時代になりつつあるので、うんうんうん、でそのエシカルってそんなにそのなんかその倫理的にいいですみたいなものって順位全然つかないんですけど、でもなんかそうやってなんか世の中オーセンティックなものをやってます勝負になったときに、はい、何しろ徳川四天王からやってますとか言われるとだいぶ強い、ね、強いわけじゃないですか。そう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 なんですよ。でそこは
なんだろう、チームラボの前社、今でも社長で、前の会社の社長だった猪子さんがよく言ってたんだけど、先進国が先進国であるがゆえに強いんですよ。うん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 。その、アフリカの部族で伝わってましたみたいなのより、はいはいね、侍が作ってますの方が強いみたいなのが、うん、あるわけですよ。この前、あの、うん、IoTLT の流れで、鋳造 IoTLT っていうのやったんですよ。面白い。日本鋳造協会主催で鋳造 IoTLT やったら、LT に立った人が長野大仏を作った設立何百年の会社の人がこう自分のところの砂型のバランスを取るための IoT を自作したみたいな発表してたんです。そういうのが、まあ、大事ですよね。そのすごい、そういう人がこういう挑戦をすることはすごい意味があるなと思ってて、で日本って100年以上の企業が世界で一番多いんですよね。そういう意味ですね。でなので、そう、その鶴岡の話ですごいなんかびっくりしたのは、100年前と同じ仕事は絶対やってないわけですよね。そうそうそう、そうなんですよ。みんなね、早いんですよ、移るのは。そうそう、限りなくモダンなことをやるんだけど、どれぐらい全力でモダンにしても、まあなんかコスパの勝負になっちゃうと日本でやってる時点で結構辛いので、そう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 、そこで、あの、やれることを全部やった上で、その、なんだろう、ブランドの部分で頑張るみたいなのは、それ見るとプロトタイプ、プロデュース、プロモーションがきれいに全部できてる例だと思っていて。そうですね、おっしゃるとおりです、おっしゃるとおりです、うん、そうそう、そうですね、うん、確かにそうだ、もともとそのプロデュースとかプロモーションがあるんですよね、いや、いや、全部辛いと思います。その、全部辛いから、ま、あの、なんかダメ、辛くなってるんだと思います。うん、あ、そうですね、うん、うん、うん、はい、そう、全部だってそのプロデュースが大変なのって、俺が面白いと思ったことを他人に伝えるのが難しいわけじゃないですか。うん、そう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 、その会社のやっと今の鶴岡の産業って、その世界のいろんなデザイナーに向けてそれが伝えられたからコラボができるわけだし、うん、そうなんですよ、うん、そうなんですよ、それはむちゃくちゃ面白いポイントだと思うんですよね。うん、確かにそうですね。それは、うん、メーカーのにとっても非常に資産に富んだ話ですね。うん、そのハイエンドの技術ないわけですし、昔からあるような技術としては割と枯れてるわけですしね。うん。うん、はい。で、その中で頑張ってオープンイノベーションしてるわけじゃないですか。その鶴岡の構成と組んだり。そこに変にこう違うビジネスのマーケットに行ってみたり、あ、その技術に手を出してみたいなことでもなくて、その新しく生まれてきた何かのマーケットなんて価値に対してこう自分が何か貢献できないかとかっていうことを当てに行くっていうことを繰り返したわけですよね、試行錯誤しながら。そう。そう。そういうことですね。その姿勢みたいなのがあると結構どっかではうまくいけるわけですもんね。金でさえって言い方も良くないですけど、何だっていけるんですもんね、そんなのね。その、そうですね。いや、話聞くまで、その、なんか話聞くというか、そうですね、まあ、あれはなんか、久々になんか、すごいガツンときましたね。ああ、なるほど。面白いです。うん。うん、すごいガツンときましたね。うん、なるほどな、みたいな。こういうことできるんだ、みたいな。しかも、いや、だって、嫌いなものの塊みたいなもんでしたからね。その、要は、なんだ、親がやったからやってますとか。ああ、なるほど。うお、やばい、封建主義と身分制度だ、みたいな。僕、昭和でさえ大嫌いなのにもっと前が出てきたぞみたいな。なんだけど話を聞けば聞くほど面白いし、うん、で、いや、コスパでやってませんからって聞いたときに、なんかあの、いや、それ絶対コスパでやった新世の方が強いだと思ったんだけど、話を聞けば聞くほど、これ中国では作れないし、そう、しかもタオバオでセールをドンで売ったら、多分シャオミが作った絹製品よりここが作った絹製品の方がすごい高く売れそうみたいなふうに思ったんで、うん、まあまあそうなんですよね。結構ヨーロッパなんかドイツとかの企業もそういうことやってるちっちゃいところ結構いっぱいあるんですよね、はい、で、あれは明らかにそういうプロデュースの本もいっぱい出てるし、うん、そのなんだろう、役人が頑張ってる部分もあって、例えば、我が国のクールジャパンの外国でのヤバさに比べるとまともなことをやってるので、そこはまともなことをやった方がいいですよね。おっしゃる通りです、おっしゃる通りです、うん、そうですよ、本当ね、その話はクールジャパン機構で聞いた方がいい話ですね、うん、はい、そう、他にもなんかプロトタイプ作るとか、うん、小さいものを作るみたいな時の日本の製造ってそんなに悪くないので、う
うん、そうですね。それ QCD どれとっても全然いいですよね。だからなんか、だからマイクロスタートアップじゃないけど、そういう会社がもっとたくさん出てくるといいかなとは思うんですよね。儲かんないけど。それは儲からないんだけど。だそう、その辺の話はあれですよね。次回か分かんないですけど、中小製造業の人と一緒にやるようなイベントの時に、はい、その辺のリアリティの話もマーク取っていけたらいいなっていう感じですね。はいはい、すみません、時間がだいぶ30分オーバーしちゃってんで、質問大体答えた感じで大丈夫ですか？そうですね、今日この質問はい、これでも以上に、はい、事前にいただいたのは以上になります。わかりました、イベント中の質問とかも大丈夫、大体答えられたかな、なったかな、なんかツイッターのやつだいぶね、結構ね、ミスもしちゃってるかもしれないです。なかったかな。まあ、はい。でも、なんか、はい、おろしとこう。スライドに載ってない話をすごいたくさんできたのは、あんまりイベントないので、すごい楽しかったです。どうもありがとうございます。はい、いやいや、そんなそんな。よかった、僕も楽しかったです。ここでいいですね。はい。うん、こちら、主催者側の感想として。はい。じゃあ、以上にあります。今日、結構、両方合わせて100人くらい。を聞いていただいたと思います。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。